あーオッケーえー、ニコニコ生放送、岡田敏夫ゼミ、11月4日ですね。くれないの豚、1922年の作品ですね。もう今から26年も前のアニメです。えー、だから今26歳ぐらいの人はですねも、もちろん劇場で見たことがないでしょうけれども、公民館とかでも時々やってるんで、その場所で見たかもわかんないですね。えもともとですね、えー、ここに書いてある通り、JAL、日本航空のですね、 国際線の機内で上映するフィルムの予定でした。15分くらいのフィルムの予定って言われてるんですけども、まあ、あの、後にですね、本格的に JAL にプレゼンした時には30分にしてくれとかですね、45分くらいとかいろんなのがあるんですけど、宮崎駿が一番最初に考えた時は15分だったそうです。キャッチフレーズはですね、疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための漫画映画。 ですね。えー、脳細胞が豆腐になってしまった中年のおじさんたちがですね。まあ、あ当時の国際線ですから、90年の国、あ国際線だからですね。あの、1922年って書いてあるごめんなさい。92年ですね。あのー、1992年のですね。 国際線だからまだタバコ吸えたんですね。なので、まあタバコスパ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 スってですね、国際線の機内でですね、あの、ロンドン出張とかですね、あの、なんだろうな、ニューヨーク出張とかでも本当に疲れてたおっさんのためのフィルムです。はいはいはい。で、宣伝のために伊藤重里が書いたですね、えー、キャッチコピーですね。かっこいいとはこういうことさですね。 おとといのですね、金曜日に、あの、日本テレビの金曜ロードショーで応援されたので、えー、見た人も多いと思いますというより、もう見てなかったら置いてけぼりになるからですね、<laughs> まあまあ頑張ってついてきてください。で、今週と来週2回に分けてやります。で、今週の前編は、楽しみ尽くすです。くれないの豚を楽しみ尽くすということでですね、冒頭の10分ですね、正確にはね、9分、 15秒ぐらいなんですけども、をですね、もう徹底解説をするという、ね、カリオストの城と同じですね、この冒頭の9分10分が、えー、紅くれないの豚、高揚感がとんでもないので,ですね、これをですね、今日90分というよりは多分まあ、そうですね、100分以上かけて丸々語るんじゃないでしょうか。だから、もう前半と後半との切れ目がですね、あんまりはっきりしません。で、楽しみ尽くす時のポイントは何かっていうと、実はこのアニメですね、 こういう言い方をするとちょっと誤解受けちゃうかもわかんないんですけども、あの、カタカナで書くところのスケベなんですね。あの、漢字のスケベじゃなくてスケベなんですよね。えー、まあ、なんかトー,トースポのですね、あの、いわゆるダメなあの、勇敢誌のですね、風俗欄みたいな中年のおじさんがですね、電車で読んでるエロ記事あるじゃないですか。ああいうノリがですね、詰まっていると、どっちかっていうとですね、 中年親父とはこういうことさというアニメなんですね。で、この妄想、こう、実はこの紅の豚の面白さの本質っていうのは、この中年親父のちょっとスケベな感じが入ってるっていうのがあまりね、女子供にバレてない。あの、金曜ロードショーのツイート見てもですねか、なんか全然バレてないみたいなんです。今夜はまあ、まあ、それのですね、ネタバラシということもないんでしょうけども、これ、こっちの見方した方が絶対に あの、楽しみ尽くすになるっていうのをですね。まあ、あの、話そうと思います。で、来週のですね、後半はですね、しゃぶり尽くすですね。もうあの、お話の裏にあるかなり深い話をちょっと掘って、まあまあまあ、隅から隅までしゃぶり尽くしたいと思います。で、こっちはね、なんで中年のおじさんのアニメになったかって。 まあ、なんで、お、あの、中年のおじさんがですね、豚になったのかと。それは坊主、あと20年したら教えてやるぜっていうのが、まあ実際この映画のスタンスなんですけども、もう28年経ってますんで、映画公開が28年経ったのでですね、坊主はもう中年以上になったと思いますんでですね、まあ中年になってしまった僕たちのためのですね、暗いなりの豚講座っていうのがですね、来週のちょっと深いところを掘って、 今週が楽しみ尽くすで、来週が隅々まで喋り尽くすですので楽しみにしてください、えー。大人向けのですね、楽しいアニメを作るためにですね、宮崎駿が今回やったのはですね、すべてのキャラに影を作って、その影を徹底的に隠すという方法でやってます。だから、一見するとみんな気持ちよくて単純なキャラがいっぱい出てるように見えるんですけどもですね、それが、なんか実は影がある。でもそれを見せないようにして、表面のストーリーだけで、 楽しめるように作ってます。だから、あの、ハウルと同じなんですよね。あの、パこれもね、です、ね、あの、チョコレートパフェみたいになってるんですよ。チョコレートパフェみたいなんで、もう一番上の生クリームだけ食べてもですね、十分美味しいんですけどもですね、それが美味しすぎるから、このパフェのクリームのところで解釈されてる映画でもあるんですね。ところが、その下の、なんていうのかな、あのバ、ババロとかコーヒーゼリーとかムースとかですね、まあ、フルーツあるかもわかんないし、もうちょっとビターなチョコレートのところへ行くと、 もっと美味しいよっていう、来週はそっちの方の解説しようと思います。えー、今回ですね、資料が何千もう膨大なので,ですね、あの、解説に使った資料をいちいち紹介してる間がないので、独演チャンネルとサロンの方で、後にですね、公開することにします、えー。ではですね、これから冒頭の10分をですね、まあ、90分以上かけて徹底解説します。も、えと、ー、もと JAL のさっきも話した通りですね、国際線の短編映画だったので、疲れて脳みそが豆腐になったおじさんを楽しませると。 ちょっとエッチなコントみたいなですね。を見るんだ。ちょっとエッチなコントを見るんだという目線でですね、冒頭10分見ると、宮崎駿が狙ったですね、あの、おじさんギャグっていうのがね、こうかなり入ってるんですけども、<laughs> よくわかんないんですね。それがあの楽しめるようになると思います。えー、まず一番最初ですね。えー、まあ、ここは別におじさんギャグでも何でもないです。あの、有名なですね、タイプライターみたいな、 何だろうみたいな豚が動いてカチャカチャカチャっと出てくるやつですね。上から、はい、日本語、イタリア語、韓国語ですね。で、えー、英語、えー、中国語、スペイン語。このスペイン語ね、最初はなかったそうなんですか後で入れた。なんでかっていうとですね、この10カ国語っていうのは JAL の国際線で見せる予定なので、当時の国際線の まあ代表的な航路だったんですね。で、それが、あ、スペインもそうだったというふうなことで入れてですね、だいたいその国際線の、まあ、あの、機内でかかっている英語の字幕に、映画の字幕に、あの、対応しているというふうに言われてます。で、えー、字幕がカチャカチャカチャっと出てきて、次のシーンがですね、もう、えー、秘密基地ですね、ポルコの秘密基地。これ、あの、漁師のですね、 あの、死刑。海が荒れた時のですね、えー、隠れ家っていう風な設定があるそうです。それをポルコが譲り受けたと。もともとは漁師さんがですね、アドリア海で漁をするときにですね、あんな、あな綺麗なな海で魚取れるかどうかわかんないですけど、まあ一応、あの、位置で魚を売ってたから、ちょっとね、熱帯魚っぽいやつを売ってたからあるんでしょうね。えー、それが海が荒れた時用の隠れ家を、あの、買い取ったかもらったかしたそうです。で、 えー、注目すべきポイントはですね、このポルコの船ですね。船って言ってるのは、これは飛行艇であって飛行機じゃないからです。えー、これがですね、やや左にあの翼が降りてですね、左のフロートが水面についてると。こういうね、芸の細かいことをやってくれてるんですね。ここの作画ではですね、左のフ,レッフ,レッあのフロートだけが水についていると。 あの、こういうのを度くとついついね、水平に書いちゃうんですけどもですね、宮崎駿、さすが分かって、ちょっと傾けるんですね。えー、で、こっちの右にある小さいボート、これはあの、この小さいボートですね、これはあの、まあ、飛ばない時、飛ば、あの、エンジン調子悪い時とかそういう時にですね、まあ、街まで出かけるよというふうに、最初のうちは思ってました。なんかちょっと違う感じです。後でこれも説明します。よいしょ。 で、えー、音楽がかかりですね、えー、まあ、寝てるポルコが映されます。えー、敷いてるですね、このバスタオルと椅子、この配色が同じなところにちょっと注目してもらいたいと思います。えー、今回のですね、色指定ですね、あの、色彩設計をやったのはですね、ジブリのですね、昔から全てをですね、こなしているですね、安田道夫さんではなくて、 ま、あ、新人というかですね、あの、弟子のですね、えー、竹山照夫さんです。立山照夫さんです。これは当時の写真ですね。当時の座談会、ジブリの女性スタッフでやってた時代の座談会です。割とちょっとアンニュイな感じのする美人です。で、えー、この師匠のですね、安田道夫さん、この間死んじゃった人ですね、はですね、あの、ジーナのモデルっていうふうに言われてます。 まあ、どういうふうにモデルかっていうと、ジーナみたいになんか綺麗とかそういうの意味ではなくて、どちらかという意味ではなくてですね、ものすごく仕事ができて、宮崎駿がですね、安田さんには頭が上がらないからなんですね。例えば、宮崎駿がですね、あの、こういう色にしてくれと、あの、前回のもののけ姫だったら、 え、アシタカが持ってた金の砂金の粒、そういうのをこの色にしようって言ったらですね、安田さんがですね、そんなのダメよとか、あなた本当にセンスがないわねとか、こっちがいいわって,って、いや、いや、俺はこっちがいいと思って言っても、何言ってんのこっちにしなさいって言って、最終的に仕上げたものを見て、なるほどなって宮崎駿が言ったら、ほら私の言った通りでしょ私が正しいのよと言って、宮崎駿をやり込めて帰ってしまうという人なんですけどもですね、なんかその、 実際に塗ってみせられると、早尾はグーの根も出ないというタイプらしいです。で、その名人にしごかれてるので,ですね、立山さんの色をして、今回もですね、ものすごく精密で複雑です。例えば、ラストのですね、あの、ポルコとカーチスが殴り合うシーンありますよね。あの、殴り合うシーンですね、水中に倒れるときがあって、口の中からあぶくが出るんですけども、このあぶくの色をどういうふうにするのかと、あのー、 本当は、あぶくの色、これ抜群なんだけど、こっちの色にしちゃうと、カーチスの水中の顔色が生えちゃうと。でも、この時は、みんなにポルコの顔を見せたいから、ポルコの色が映える、あぶくの色にしなきゃいけない。じゃあもう、ちょっと残念だけど、あぶくの色はこの、まあ、ちょっとこっちにします、みたいなことをですね、対談でこう語っているんですけどもですね。まあ、そんな人だからですね、この、あの、 単に偶然とか手抜きじゃないんですね。この2つの配色が同じ、色指定が同じっていうのはですね、青のストライプにするわざと同じ色、おそらく揃いのですね、あの、椅子とデッキチアとバスタオルなんでしょう。多分、高級ホテルか、あの高級客船の払い下げ品だと思います。そういう風なものだったら、えー、同じ色の色味でですね、あり売りますから。で ここのバケツにですね、わかるかな、えー、シャンパンが突っ込んであります。ちょっとボトルの首の先のところが大きくなってるんで、シャンパンとわかるんですけど、ボトルのあの、バケツの中で、冷やしてるというかな、もう氷も溶けちゃってるんでしょうけど。で、このシャンパン意味がわかんなかったんですよ。なんか、空賊を倒した時の乾杯用かなと。ワインかなと思うけど、ワイン冷やすあバカはイタリアにいないんでですね。で、ラジオから流れてるのは、らんぼの実る頃ですね。これは、あの、このアニメのテーマの一つなんですけども、ちょっとこっちの方は複雑なテーマす。 なるから来週回しにしにます。でポルコはですねよいしょ「シネマ」という雑誌を顔にのっけて寝ていますえー、1969とですねあのまあ年号がわかるように書いているのでですねシネマ誌にですねまあ一応これあの設定あのウィキとかですね本とかを見ると このお話の舞台は1929年ということになってるんですけども、後にですね、ポルコが、あの、ガソリン入れると補給するときにですね、店のおっさんらと話しかけてて、で、世界恐慌ってやつかっていうシーンがあるんですね。で世界恐慌1929年の10月ですから、だとすると話が合わない。これは夏の話、夏が舞台になってる話なんで,ですね。なので、えー、他にもいろんな説があります。1930年説、33年説。なんで30年説と33年説かっていうと、 えー、あとで語られるですね、あの、ポルコがですね、えー、期間中買いに行った時にですね、愛国国債はいかがですかっていうふうに、まあ、郵便局か銀行のおっさんに聞かれるんですけど、その愛国国債再建ですか債券がイタリアで発行されたのって30年と33年だけなのでですね、まあ、その時期じゃないのという人もいます。えー、一応僕というか、岡田ゼミの見解としてはですね、1930年ぐらいじゃないかなと思いますっていうのは、 公式本にもですね、1920年代の末って書いてあって、あの、西暦2000年が20世紀なのと同じようにですね、受進法では、えー、1930年は一応20年代の末と言えないこともないのでですね、まあ、えー、それぐらいなんじゃないかなと思います。あと世界恐慌1929年の10月に起こったんですけども、その波が本格的にイタリアを もともと、不景気ない手てあるよ。さらに不景気にさせたのには1年くらいかかったっていう話なんで、そういうふうにすると、まあ、設定的に合うんじゃないかと思います。ただ、このシーンでですね、皆さんに注目してもらいたいのは、ここの首の、このネクタイなんですね。ポルコはネクタイしてるよ。なんでっていう話なんですけども、その、えー、でまあ、この話はまた後でします。で、そこに電話かかってきます。ジリリリリンとなってですね、ポルコ大変だという電話がかかってくるんですけど、この電話不思議でですね、あの、 もちろん電線でつながってるんですけど、海底ケーブルなんかやってるはずがないし、無線電話のアンテナがどっかにあるのかも変なんですよね。で、えー、電話っていうのはもともとですね、これ、僕はあのタクシーのうんちゃんが元々、あの電話屋さんに勤めた人がいてです、ね、そのうんちゃんとちょっとあの会話したときに聞いた話なんですけどもです、ねえー、昔のこのクランク式の電話、このぐる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 回す電話ありますね。あれの仕組みって あの、ぐるぐる回すのって発電機なんですね。で、この発電機の電力がどこに繋がってるのかというと、自分の電話じゃないんですよ。あの、発電機はですね、交換手に繋がってるんですね。遠く離れた交換手のところにつながってて、自分の電話をぐる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 回すと、その交換手のところの なんだろう、ベルがチリンとなって、ランプがパッとつくそうなんです。そうすると、ここから、あ、電話がかかってきたということで、交換手が上げて、はい、何ですかって言うと、ナンバーにお願いします。というふうに言うと。そうすると、交換手がですね、あ、じゃあ、つなぐわって言って、そっちの電話に次は呼び出しボタンというのを交換手が押すと。そうすると、交換手が押したボタンのからですね、まあ、電気が流れてあ、スイッチが入って電気が流れて、次は受ける相手の家の電話機の中にあるですね、なんだろう、ベルがジリリ,リンとなると。 これ何、どういう意味かというと、この電話の中に動力、電池は一つも入ってないんですね。あの、この時代の電話には。で、全部自分で発電機で回して相手を、のベルとかランプを鳴らすか、または相手の電力で自分の電話のベルがジリリンとなるか、どっちかなんですよ。ということはですよ。ポルコの家の、てか隠れ家の電話機がジリリンとなるということは、 遠く離れた交換手のところに電源があってそれが流れてきたやっぱ海底ケーブルなのってことになるんですけども。 これね、全くわかんないんですよ。<laughs> だから、あの、説明できる人がいたら、ぜひ僕に教えてください。えー、と、僕がちなみに聞いたですね、その元電話局で働いた爺さんは、私の運転手さんはもう70歳超えてましたけどもですね、G なのホテルにも、あの、ホテルアドリアーノにも電話あるんですけど、多分、あれは無線基地局があの島の中にあってですね、まあ、あの、そこから連絡があるんで、あれは大丈夫だと思うんですけど、これだけ謎なんですね。 え、電話が鳴ります。ポルコロッソとすぐ飛んでくれ。まんま言うとなんか出たんだ。っていうふうに言います。そうすると、ポルコがですね。しょ。これかな。電話機を取ります。えー、まあなんかこう、寝たまま聞いててですね。で、足でですね、この机をこうず、ずっと近くへ持ってくるというですね。なかなかあの、いいシーンなんですけどもですね。こう、注目してほしいのはですね、ポルコ、手袋までしてるところなんですよね。 あの、ネクタイして手袋してるんですよ。ちょっと変だと思いません、ね。あの、仕事熱心かなと思ってたんですけどもですね。え、ポルコの返事、まんま言うと、まんま言うと、安い仕事はやらないぜって答えながら、まあ、足をですね、あの、足で机を近くにずっと引き寄せてラジオを切ると。なかなかもう仕事やる気満々なんですよ。でおまけに服見るとさっき言ったみたいに、きっちりと戦闘服着込んで、ま、あ、航空服ですけどね、シャツにネクタイ締めて、手袋までしてフル装備なんですよ。 で、これがじゃあ、果たしてポルコの普段着なのか。普段からこんな戦闘服を着て、用意バッチリで待ってる、で、それで昼寝してるような男なのかって、そうじゃないんですね。これね、あの、後で出てくるですね、ポルコの普段着なんですけどもですね、これがポルコの普段着なんですよ。あの、 これがいつもの服でですね、タンクトップにですね、まあ、ショートパンツなんですね、当たり前ですけどもですね。でつまり、このファーストシーン、冒頭のシーンのま、あの、ポルコはですね、もうすぐ出撃準備が、出撃要請ですね、もうすぐ電話がかかってきて出撃してくれと言われるのをわかってたんですね。わかってる、知ってるからですね、戦闘服をもう着て、ネクタイ締めて、手袋までして、なぜかシャンパンまで用意して、 で、電話を待っていた。で、電話を待ってるうちに、ポルコの予想より電話がかかっていくの遅かったから、いつの間にか寝てしまってた。っていうのが、このシーンのですね、まあなんというか回答というかですね、真相だと思います。で、ここは後でポイントになりますので、覚えておいてください。で、えー、まあポルコですね、あの、手袋までしてます。さっきも言ったようにですね、手袋までしてます。 で、えー、電話がですね、ベニスからのチャーター船が狙われている、鉱山銀行の給料が、を積んでるんだ。まあ、鉱山銀行の給料を積んでるんだ。それだけかっていうふうにポルコが聞くと、いや、その、って言いにくそうにですね、バカンスツアーの女学生の生徒たちが乗ってるんだ。 っていう風に電話の主がいます。すると、ポルコすごい嬉しそうに、そいつはちっと高くつくぜっていうふうにニヤッと割るんですね。もう実に嬉しそう。この知らせを待っていたっていう感じなんですね。で、なんでポルコはすぐにですね、あの、すでに出撃用の戦闘服を着込んで、シャンパンまで用意してネクタイを締めて手袋をしてたのかっていうのは、この段階で可能性がいくつかあるんですよ。例えば、1番、まんま言うとだんじにスパイがいると。 襲ったまま言う途端自体の中に内通者がいてポルコにあらかじめ知らしてた。ですね。2番。SOS の無線を傍受してた。だから、あの、だろう、その客船が、チャーター船がですね、ベニスカらのチャーター船が SOS を撃った時にポルコが聞いてたからポルコは知ってた。ですね。3番目ですね。出撃を要請してくる組織自体に、まあ、ポルコの内通者、味方がいてですね、先に情報がくれた。まあ、4番目。 あいつら、ママま言うとは、貧乏でバカだから、そろそろ誰かをそうだろうというふうに思ってたと。まあ、普通に考えたらですね、これぐらいの選択肢なんですけども、僕が思う一番可能性が高いのはですね、ベニスからのチャーター船に、大量の金貨ですね、鉱山会社の給料ですから、それはもう大量の金貨なんです。が乗ってることと、女子大生が乗ってることを知ってると。いわゆる、バカンス、 これなんで、バカンスツアーの女学生というふうに言ってるから、多分ポルコは反射的に女子大生って考えてるんですね。<laughs> 女子大生が乗ってることを知ってし、ポルコは知ってた。となるとこれは襲われるに違いないと。そんだけの金貨を一度に運んで、おまけに女の子も乗せてるとなると、まんま言うとだあたりが見逃すはずがないと。じゃあ、電話かかってきたらすぐに出撃できるように、 フル装備で待ってようと。で、まんま言うとなんかすぐに倒して、で、その、なんだろうな、多分襲われて、えー、連れて行かれて誘拐される女子大生は素敵なおじ様が助けにくれたというふうにびっくりするだろうと。さあ、ここがおじさまの隠れ家だよ。二人きりで乾杯しようと。そんなことを考えたんじゃないのかなと。<laughs> なのでですね。なのでですよ。これなんですよ。この、 必要のないバスタオルはそのためですね。だって自分デッキチェアにすす、座ってくつろいでるから、ここにバスタオル敷く意味何にもないんですよ。だからバケツにシャンパンを突っ込んでたっていうのは、狙った空襲を退治した時の乾杯用で、で敷いてるバスタオルは何かというと、おじさま、ここの海きれ、すごい、この秘密基地、私ちょっと裸になって日光浴したいわ。あら偶然、こんないいところにバスタオルがっていう感じをですね。<laughs> その時のためですね。で、 これをですね、なんか考えると、最初のシーンももう違って見えてきちゃうんですね。そういうふうに思うとですね、このちっちゃいボートもですね、僕は最初考えたのが、いや、船が飛べないとき、飛行艇が飛べないとき用の連絡用かなと思ってるんですけども、これはね、女子大生とボートを乗るためにわざわざこの位置に止めてですね、準備してですね、この島星空も最高なんだよって言って、なんとか夜まで引っ張っててですね、で、おまけに後ろを見るとですね、この島、 なんかね、あの、ドアがあって窓がある家があるんですよ。これあの、みんな気がついてました。実はポルコの、えー、秘密基地って家あるんですよね。えっ、ー、とね、どれがわかりやすいかなこのポルコの、あ、これか。この写真の方がわかりやすいですね。ちゃんとね、ドアがあって窓がある家があるんですけどもですね。ええー、じゃあなんでこんなドアがあって窓がある家が、 ちゃんとあるのに、ここにテントを張ってるのかっていうと、もうこれはですね、こんな男状態の汚い家なんか見せたくないからで、で、ロマンチックなテントと、灯油ランプをわざわざ用意してたのに、後にそれをですね、フィオンに使う羽目になるとは、とほほっていう、こういう流れの実は話なんですね。実はというのは、で、実はとまで言うのはなんでかっていうと、この宮崎駿がですね、えー、くの豚を作る前に書いている原作漫画。 模型雑誌に書いてある原作漫画、非行艇時代っていうのがあるんですけども、その中ではですね、まんまゆうと団がさらうのは、もうしょっぱなからクラリスみたいな女子高生というか、女子大生っぽいですね、もうあの、美少女なんですね。で、えー、まんまゆうと団にさらわれたと。で、えー、さらわれたのでポルクが助けに行くとですね、途中で、観光船と、観光のやつとすれ違うと。で、 えー、ポルコが出撃すると、偶然通りかかった遊覧飛行の飛行艇の中には、これまた偶然若い女の子だらけでですね、豚さんよかわいいっていう歓声が飛ぶんですねで。で、しかしポルコはですね、そんな女の子にクールにですね、こんなところで飛んでると団体でられちゃうよと答えてですね、嘆き室までするんですね。ここにこうアートマーク書いてありますから、嘆き室まですると。そうすると女の子たちはですね、かっこいいと言ってですね、ポルコの返事、うひょ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 です。<laughs> はい、<laughs> うひょ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 なんですよ。あのこれね。全般ね。あの志村けんのコントみたいなものを想像してくれるといいんですよね。いや、本当に最初当初、宮崎駿が作りたかった。豆腐みたいになった。脳細胞が豆腐になった。おじさんたちを慰めるためのアニメってこれをやろうと。 してたんです。で、これをやろうとしてたんですけどもう、暮れないの豚ってどんどん話が深刻になってきて、なんか、あらゆる人物に奥行きを与えてしまった結果、これもうできなくなっちゃったんですね。<laughs> ところが、A パートと言われる、ね、冒頭の10分15分には、それがプンプン残ってるんですよ。だから、見どころ僕そこだと思うんですけど、で、これ、こっから先まだあります。かっこいいと言って、うひょひょひョと言った後、どうなるのかっていうと、 もうすいませんね。まぁ、あ、こんなので大喜びしちゃってですね <laughs>。またネットで叩かれてしまう <laughs>、えー。ついにですね、女の子、美少女を助けたポルコですね。隠して美少女を助けたポルコロッソ。しかし美少女は海に飛び込んでびしょ濡れではないか。これはいかんと。私にはエッチな気持ちなど、1ミリもないが濡れた服のまま飛ぶわけにはいかん。仕方がない。脱ぎなさい。 ぬ、ぬがすわけですね。え、愛機サボイア語の羽の上でアドリア海の陽光ですぐ乾きます。毛布の下すっぽんぽんでも私はエンジンの修理してるので見てませんよっていう感じでですね、上のコマがあってですね、下のコマがです、ね、乾きましたか。さあご両親のもとへお送りしましょう。 ですね。困ったな、この飛行艇は一人乗り。え、そうだ、このポルコメの膝の上に乗りなさい。一人乗りだから仕方ないでしょう。さあさあ。さっきまですっぽんぽんだった美少女を仕方なく膝に乗せたポルコロッソは、夕焼けのアドリア海を飛ぶのであったというのが、マジでこれラストシーンなんですけども、<laughs> この漫画の。すごいの描いてるでしょいや、だから、 この後ですね、あの、実際にポルコが助けるのはですね、幼稚園児たちでですね、当てが外れたポルコは腹ひれ掘れられて、まるでさっき言った志村健のコンドみたいになるんですけども、これがね、冒頭10分の、その、くの豚の映画版の構成であってですね、なんか中年おじさんが笑って楽しめる、 お色気あるのかと思ったら実は当て外れだったと。だからあの、こち亀なんですね。あの、金に汚いこち亀のりょうさんが失敗するっていう話みたいにですね、妄想ばっかりしている中年ポルコがですね、当てが外れてがっかりする話のギャグアニメとして割とね、最初の10分は作ってあるんですよ。で、りょうさんと同じく、こち亀のりょうさんと同じくポルコもですね、 徹底的にこのスケベオヤジとして書いてるんですけども、実際には手を出せないですね。実際の女の子が来たら手を出せないと。そこもなんかりょうさんの、なんだろう、いつも失敗する感じと同じなんですけど、だからフィオが来て、いきなり服を脱いで、私泳ぐねって言った瞬間にですね、やめろとも言えず、<laughs> おいおいというだけで固まってしまうっていうですね。その、なんかフィオが泳ぐねと言って、いきなり服を脱いで泳ぐのは、実はこの今の、 そのなんだろう、今のというかですね、あの、前半10分に出てくる女の子が裸になって泳ぐシーンと好関係というのかな。その伏線と回収に当たるんですよね。だから、あの、ポルコというのはいつも女のことばっかり考えてる妄想好きのエロ豚みたいな感じなんですけど、実際にフィオが来て、 服を脱いでしまったら、ああ、どうしようと、ろたれて固まってしまう、その順調な男の子っていうですね、なんかこう、童貞中学生みたいな話なんですよ。だから、この、紅の豚の楽しみ方の一つは、かっこいいとはこういうことだと書いてあって、あのポスターがあるから、かっこいい男を見るんだと思うんですけども、その、かっこいい男の裏にはですね、童貞中学生がいると思ってみると、中年男としての紅の豚が見れるんですね。この子供の頃に見ると、 あ、かっこいいとこういうことかと。若者の頃とかに見ると、こういう大人になりたいなというふうに憧れるんですけど、さあすでに中年になってしまうと、痩せ我慢してるわけじゃないんだけど、なんか手出せねえよなっていう、<laughs> 臆病なのかな、俺っていうような、こういうなんか、なんかわかるようになってくるんですね。 だからあの、少年ジャンプのですね、あの、揺らぎ層のゆうなさんとかですね、僕たちは勉強ができないとかですね、あと、ヤングマガジンのですね、こんなところに先生がみたいな漫画あるじゃないですか。とにかく、童貞少年がやいことを考えて、ま、巻き込まれるんだけど、実際にそういうのが目の前にあると、何もできなくて固まって困るっていう、あの、例の童貞妄想アニメ、漫画ね。あれとですね、実は全く同じなんですよ。あの、キャッチフレーズですね。くれないのぶたのキャッチフレーズっていうのは、 まあ、その、疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための漫画映画なんですけども、それは満員電車ってエロい記事を恥ずかしながらはず、もしかも恥ずかしげもなくて言ってもいいんですけど、読むのを楽しみにしてるごく普通のおじさんたちのために、宮崎駿がサービスで作る映画になるはずだったんですよね。で、で、その意味ではですね、今のオタク少年たちと宮崎駿は、さっき言った童貞妄想みたいなのですごい趣味が似てるので、 女子にはね、バレないように作ってるのが、ちょっとそこら辺が今時の男子漫画と違うところ、宮崎駿の上手いところだと思います。さて、お話し進んでですね、ポルコたちがですね、えー、ポルコたちがね、ポルコが楽しく、 うひょひょひょ,ひょと妄想してる間にですね、えー、空賊たちは真面目に働いています、えー。バカンスツアーの女学生たちの正体がわかるのも、まあ、このシーンですね。えー、着陸するあ、着水するだな、ダボハゼ号。マンマユーと団の飛行艇はですね、ダボハゼ号と言われます。ダボハゼ号をですね、水面にまるで叩きつけるようにですね、こう水面があったら水面にダーンというように着水します。ちょっと飛行艇の模型あったあった。 壊れないかな大丈夫だな。これダボハゼ号と同型のものがなかったのですね。まあなんとなくシレと似てるものを使いますけどもですね。えー、ダボハゼ号はですね、着水するときにこういうふうに静かに降りてくるんではなくて、上から叩きつけるようにバシャーンっていうふうに降りるんですよ。で、これなんでかっていうと、まんまユートのこのダボハゼ号のですね、モデルになったと言われるのは、 えー、ドルニエというですね、ドイツの飛行艇ですね。僕はこの、えー、DOJ というタイプじゃないかなと思ってます。エンジンが前後に2つあってですね、で、スポンソンと言われるですね、下の、まあ短い翼みたいな張り出しも、まあ形大体似てるからです。ドルニエのもっと大きい飛行艇だという人がいますけども、いや、そんなも大きいの買う金、ね、まま言うとねえぜ、といううに思う。で、あの、首のあたりをですね、この飛行艇風に改造して、船っぽくしてるんじゃないかなというふうに思ってます。 で、こいつをですね、原型がわからないほど改造してます。で、えー、っとですね。まあ特徴はですね、この主翼の下についている、さっきも言ったスポンソンっていうやつですね。スポンソンっていうのは、あのー、なんだろうな、水面に降りた時にですね、安定させるためのフロート兼、まあ、あのー、短めの羽みたいなやつなんですけども、 なんでまマま言うとこがですね、叩きつけるように着水してるのかっていうと、ドーンと降りてきてるのかっていうと、スポンソンによってですね、水面近くで地上効果が発生してるからですね。えー、地上効果というのは何かっていうと、例えば地面近くで飛行機、あの地面の近くで飛行機は浮き上がる力が一時的にすごい増すんですよ。ビアコでやってる鳥人間コンテストの映像を見たことありますかあれの滑空部門とか、 でですね、水面ギリギリをみんな飛びますよね。なんでもっと高度を上げないのかと,いうとそれでは地上効果が得られないからです。水面ギリギリの、いわゆるまあ、高度1メートルぐらいのところだったらですね、えー、あのサイズの、 だろう無人機琵琶湖で飛んでる、えー、無人機じゃないや滑空機でもですね地面効果があってですね割と楽々飛べるんですねでそれが高度5メートルとか1 0メートルに上がっちゃうと地面効果がなくなってですね、えー、あんまり飛べなくなるんですねでダボハゼ号もですねちょっとあの スポンソンが大きすぎて揚力が発生しちゃうんですね。で、水面近くにそのスポンソンがあると、この服用機と同じなんですけど、この下の翼でですね、えー、それだけで地上効果が発生してしまうと。だから、水蒸気って実は、 というか、副用機の羽が下についてるやつってね、着陸めちゃくちゃ難しいんですって。なんかね、地面とか水面に着陸しようとした瞬間に、地上効果が発生してしまって、浮き上がって、浮き上がって、浮き上がって、降りられないと。で、速度が遅くなって失速するってことが何回も起きてるんですね。割と、この、下に翼があるやつは叩きつけるように着陸しろというふうに言われてます。だから、あの、空母で飛行機が着艦するとき、第二次大戦でもそうなんですけども、飛行機ですね、割と真横から来るんではなくて、斜め上からね、 なんだろう、甲板に落ちるみたいに降りていくんですね。あれも同じで、地上効果が発生するのを、まあ、なんというか、防ぐっていうのかな、あの、逃れるためですね。で、まあ、こういうですね、あのー、飛行機はですね、だから着水難しいんでですね、えー、パイロットが思っているより地上効果によって浮き上がって、ずっと先に着水してしまうので、無理やり落としちゃった。もう一つ、チャーター船を逃さず、その鼻先で船をもう止めたいためにですね、水の抵抗を えようとしてですね。まあ、こう、ばしゃんと降りたのかもわかんないです。というふうにですね、マンマユート団はですね、ちゃんと真面目に仕事をしております。でさて、その頃のポルコです。えー、まさかですね、自分がこれから助けに行く、えー、なんだろうな、あの、ツアーの女子、女学生たちっていうのは、ですね、幼女とは知るわけもないんですよね。なので、意気揚々と愛気サボイアに乗り込みます。でこのシーンですね。 桟橋の上をこのポルコが歩くんですけどもこの尾翼の部分を避けて乗ります下が乗った瞬間の絵なんですけど見比べてくださいこのポルコの,あのコックピットの横にあるプロペラちっちゃいプロペラがほぼですね水面のドラム缶の位置まで下がってます これどういうことかというと、ポルコが乗った瞬間にポルコの体重の重みでですね、サボイアゴがぐっと気質が沈んだという表現なんですね、えー。小さいシーンですけども、ここら辺のですね、描写、めちゃくちゃうまいです。まず、あの、尾翼を、この、後ろの翼を迂回してですね、ちょっと迂回して、狭そうにですね、ポルコが太ってる体をですね、三橋の上で器用に折り曲げて歩くっていうのは、これはね、人物の演技なんですよ。で、この人物の演技で、 次にですね、札幌が乗り込むとサボイアが沈んでいくっていうのは、これは物理描写です。物理描写の、まあ、演技ですね。で、人物描写と物理描写をですね、両方をコ,ンコントロールしてるんですよ。このワンカットなんで。そうすると作品にね、めちゃくちゃリアリティ出るんですよ。人物のこのちょっとした動きでも、いわゆる、そうですね、あの、この世界の片隅のような、あ、これリアルだなっていうのがあるんですけど、それと同時に物理現象も、あの、やってしまうと、本当にね、 あるように見えちゃうというか、僕らそういうのを見ちゃうと、その場に行きたいなというふうに思っちゃうんですね。で、えー、っと、ポルコはですね、サボイアゴグッドシンサボイア号に乗り込んで、クランクを回し始めます。ぐーっと回しますね。で、何やら重たい回転音が聞こえて、で、ポルコが足でレバーを踏ん張ったらですね、エンジンがかかると。で、この、 手でクランクをガーッと回してるのはですね、まあ、いわば巨大な弾み車ですね。えー、鉄製、金属製のですね、車です。えか、ー、鉄うか、が僕、材質知らないんですけどもですね。で、えー、この弾み車を十分に回して、エネルギー、回転エネルギーが溜まったらですね、足のレバーでこう、クラッチを入れてですね、エンジンに回転エネルギーを与えると。そうして、まあ、つまり、あの、自動車のセルモーターのスター,ターみたいなものを手動でやってると思ってください。で、 本当はこれですね。なんでこんな足で操作しなきゃいけないのかっていうと、本当はポルコは座ってて、整備士がこれをやる仕事なんですよね。で、整備士は、整備士がやる仕事なんですけども、あのー、ポルコはですね、一人で空賊退治してるので、いつの間にかこういう悲しいですね。一人二役に慣れてしまったと。最初のうちは、なんで俺がこんな足でとか思ってたんですけど、いつの間にかこう慣れてしまってるんですね。で、エンジンが動き出してですね、すごい煙にポルコがむせます。 え、シートベルトを締めるとですね、えー、ポルコの横の小さなプロペラが回転しだします。これですね。このプロペラです。えー、ここのプロペラが回転してですね、ポルコがですね、えー、まあまあ、シートベルトを締めるんですけども、これはあの、予習編ではですね、燃料を持ち上げるポンプって言ったんですけども、えー、知り合いからですね、あれあの、ポンプというよりは、 あなんで僕はその風車式のポンプって言ったのかっていうと、これあのね、どれだったっけなこれかアート・オブ・ポル・コロソっていうですね、あの、設定本に書いてあったから、ああ、そうなんだろうと思った。コンテにも書いてあるんですね。あの、プロペラ、あの風車式ポンプ。でも正確に言うとこいつはダイナモ、いわゆる発電機だそうです。 で、えー、大きいプロペラが回って風が起こると、この小さいプロペラが回って、これが自転車のですね、ダイナモと同じようにですね、風を受けて回転することで微弱な電力が発生すると。でこの電力がだんだん増えてきて、ポンプを、ポンプのモーターを動かしてです、ねあ。つまり、ポルコが乗っているサボイヤ号の燃料タンクからポンコを引き上げ、あの、燃料を引き上げるというですね、モーターを動かすそうです。ですね。よいしょ。 さてさて。でね、次がね、な、これね、僕もね、よくわかんなかったシーンで、何度か分かったんですけどもスロットルをポルコは入れます。エンジンがガーッと回り出すとですね、えー、こちらが前です。ポルコがですね、こう、スロットルを握ってガシャッと前へ倒します。で、この大きいのがスロットル、いわゆるエンジンの出力だというのはわかるんですけども、赤い玉のついた、この親指でですね、カクンと押し、えー、引っ張ってるレバーですね。この これのレバーも同時に動かすんですよ。で、これ、コンテを見るとタイミングレバーって書いてるんですけども、何のことかわかんないんですね。で、まあまあ一応知ってる人とかにいろいろ聞いてみるとですね、ミクスチャーレバーじゃないかというふうに言われました。えー、僕はあの宮崎さんみたいに飛行機マニアじゃないので、まあ Facebook や Twitter で教えてもらったんですけども、燃料をエンジン内に噴射するときに燃料と空気の混合比を変える。 ためのですね、レバーらしいです。だから、最初にですね、エンジンスタートさせた時に煙が出るのは燃料が濃すぎるからであってですね、噴射の時の燃料を少なくして完全燃焼させるための装置だそうですね。こうやってミクシャーレバーを、あの、前倒して、いわゆる燃料がリッチな状態からリーンな状態っていうふうに言うらしいんですけど、バイク乗ってる人だったらわかりますかねなんか、リッチからリーンに切り替えてですね。で、そうじゃなくて、これタイミングレバーだから本当に燃料の 噴射タイミング、いわゆる、えー、エンジンのピストンの中で、こう、気筒が動いてるときに、どの位置で燃料を噴射するのかを切り替えるタイミングレバーだという人もいるんですよね。で、えー、まぁ、指導時は遅くてエンジンの回転数が上がるにつる、することで、まあ、ノッキングを防ぐっていうふうにその人言うんですけども、もう、これどっちが正しいのか僕はわかんないんですけども、ただ、このさっきの、ポルコが乗り込んで、船が沈むシーンで、クランク回して、 足でレバーを蹴ってエンジンかけるシーン、乗り込んでったら横のプロペラが回るシーン、このスロットルを上げて同時にミクシャーレバー、タイミングレバーも前を落とすシーンというのは一連の流れで、ポルコの普段の動作として見ていてかっこいいんですね。で、あの、モビルスーツ、いわゆるガンダムみたいなものを見たときに、この乗ってから人間がどのような動きをするのかっていうのって散々いろいろやってきたんですよ。でも、大体こう、スイッチ目の前のものをパチ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 って入れるっていうですね、なんか、 ま、あ、考えてるんでしょうし、リアルなんだろうけども、そんなもんかなというものになり、なりがちなんですけど、この、ポルコの全身使って次々といろんな機械やってって、で、エンジンの出力を上げるために、なんかこう、自分の、あの、機体の状態を持っていって、で、最後にスロットを進めるというのがすごい気持ちいい。で、ダン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 ,ダン,ダンっていう、このシーンの音楽と相まってですね、なんだろうな、あの、 割とね、サンダーバードの出撃シーンに匹敵する名発信のシーンじゃないかなと思うんですよ。で、これやった後ですね、あの、さっきのこう風車がくるくる回った後、ポルコは自分の飛行艇です、をですね、三橋に軽く係留していた萌え綱をですね、三橋のようにポイッと捨てるんですね。左手だけで。ポイっと捨てる捨て方も濡らさないように。濡れてしまって、まあなんかロープが腐っているのはもったいないからみたいな感じで,です、ね。 ギリギリちょっとあの三橋の上でですね、あの水の中に落ちないようにポイッと投げるのもですね、もう本当にいつもの動作というような感じです、ね。この盛り上がり感がめちゃくちゃかっこいいなというふうに思うんですけども。よいしょ。で、これでようやっと加速しますで。ポルコのですね、相器ですね、サボイア号はですね、加速して秘密基地を出るんですけども、これね、何のシーンかっていうと、 一気に加速でそのまま離水。いわゆる離陸と行きたいんですけど、そうじゃないんですよ。なかなか離水できずにですね。一回飛び上がるんですけども、二回落ちちゃうんですね。こいつ。こう。ちょっとこいつ、怖いからこっち置いときますね。あ、今触っただけで支柱が一本取れた。<laughs> あれあんまり触りたくないんですよ。あの、一気にね、水面からでこういうふうに上がるんじゃなくて、これあの、ビデオを撮った人は確認してください。 一回上がるんですけど、二回落ちて、これバウンドしてる時の水しぶきなんですね。一回上がってバウンドしてバウンドしてやっと飛ぶと。これ何かっていうとですね、飛行艇だからなんですよね。で、あの、飛行艇っていうのはですね、あの、基本的には飛行機じゃなくて船なんですよ。 船体も船大工が作ってる場合が多いんですね。だから、あの、特にあの、風立ちぬに出てきたですね、カプローニおじさんっているじゃないですか、イタリアの。あのカプローニさんがですね、最初にですね、飛行艇を作った時にですね、一緒に作ったのは、実の兄貴、お兄さんと船大工二人だったっていうぐらいですね、飛行機の専門家がいなくても、まあ、作れちゃったのがですね、この飛行艇ってやつなんですけども。あの、飛行艇って、いわゆるこれ、カーチスみたいなですね、 これは水上飛行機なんですよ。飛行艇じゃない。フロートついてるだけの飛行機なんですよ。だからこのフロートの部分がですね、水に浮けば、強度、水の強度っていうのはそんな考えなくていいんですけども、ところがですね、こいつ飛行艇っていうのは、この下の部分、胴体全部でですね、水,水の圧力っていうのを支えなきゃいけないから、実はね、ちょっと基本的に頑丈になってきちゃうんですよね。なので、あのー、やや重たいのが当たり前なんですよ。だから、 で、おまけにですね、ポルコの船はですね、えー、エンジンの調子が悪いし、何より、これ見てください。交代翼なんですよ。で、えー、カーチス見たらわかる通り、この時代の飛行機って大体ね、 まっすぐなんですよ、翼。まっすぐまっすぐっていうのは、揚力が発生しやすくて飛びやすくて、まあ大体こんな時代のエンジンだったらこれが当たり前なんですけども、ポルコンのやつにはですね、お前は第二次大戦後かっていうような交代核がついててですね、おまけに副容器じゃなくて単容機スピードを出したいから単容器なもんですからですね、カーチスに比べて翼がめちゃくちゃでかいんですよ。これ同じスケールの模型なんですよ。<laughs> なのでですね、まあ重たい。 離陸しにくいと。これはもう後々ですね、あの、ミラノで改造した後もポルコがですね、離水、いわゆる飛び立つのに散々苦労するシーンがあるんですけど、あれなんでかというと、一えにこいつの重さと、あと交代核がついているおかげで、主翼の、なんだろう、扱い、飛ばし方がえらい難しくなってしまってですね、いややったら飛ばしにくい機体だからじゃないんです。機体だからなんですよね。で、で、えー、やっと離水しましたで。その頃ですね、マンマユオトさんたちは、 人質を捕まえまえす,んです、ね。すこのシーンです、ねまあ、かわい,いですね。楽しそうにまんまトとンにさらわれる幼稚園児たちもう45分過ぎてますけどこのまままだしばらく行きます、えー、このシーンで,です、ね、やっぱ分かるのはです、ね、このアニメには悪者は出ませんと本当の悪人は出ませんとでマ,ンマユートとンたちは「私たち人質なのそうだよ」って「<laughs> あ空賊っていうのをねよく知ってるね」っていうふうに子供をあやしながらやるんですねもういいやつに見えちゃうんです よくよく見ると、この左端の人物が、あの、後ろのベルトにですね、手榴弾を突っ込んで、手にはライフルを持ってるからですね、凶暴といえば凶暴、凶悪といえば凶悪なんですけど、ただ、画面に映ってる限りは何の暴力沙汰も起こさないですね。なんかちょっといい人に見えちゃうんですね。だから、この安心して楽しんでくださいと、おじさん向けに作ってるやつですから。そういう話じゃありません。ゴルゴ13じゃありませんと。誰も死にません。ん大丈夫ですよと、子供たちも安心ですよというふうに作ってます。で、 えーマンマユート団がですね、人質をさらってるとですね、ポルコは、よいしょ、えー、さらわれた船を探しています。ですね。このさらわれた船を探しているポルコがですね、下を見下ろすシーン、3つ連続で並べたのはですね、なんだ、なんでかっていうと、まずこの水平尾翼に注目してほしいですね。この水平尾翼ですね、なかなかわかりにくいんですけども、 水平尾翼の後ろに火事があります。この位置ですね。で、この火事をですね、エレベーターと言います。こいつが、なんだろうな、あの、上向いたら飛行機は上昇して、下向いたら下降します。正確に言うと、こいつが上向いたら飛行機の機種は上を向いて、下を向いたら飛行機の機種は下を向くって、まあそういう仕掛けなんですけども。時々ね、飛行機うるさい人がいるんで、これちゃんと言わないといけないんですけど。<laughs> エレベーターです。このエレベーターがですね、ずーっと動いてるんですよ。で、それどころかこのシーンですね、見ると、 この飛行機がずっとこういうふうに横にスライドしてるんですよね。で、あの、飛行機でね、飛ぶっていうのはね、安定してないんですよ。ずっとこれ、ポルコが飛びながらこういうふうになってたり、横にこう、このまま流れたりしてるシーンなんですけどもですね。えー、だから飛行機この、こういう小さい飛行機に乗るっていうのは、左右に揺れるブランコに乗ってるようなイメージで考えてください。で、後ろに見えてるこの水平尾翼のですね、エレベーター、昇降弾もですね、ずっと動いてると。 で、飛行機というのはこの同じ高度でただ単に飛んでいくためにもですね、火事を割としょっちゅう動かさなきゃいけないというですね、ちょっと不便な乗り物でもあります。で、ちなみにですね、このシーン、僕ね、あの、そのうちの1枚別にどこでもいいんですけども、拡大したんですけども、あの、このデザインの飛行機に人物乗せて、 この構図を思いつくかどうかなんですね。あの、この構図ね、すごいですから、あの、イラストレーターとか漫画家、志望の人ですね。まあ、あと現役の仕事をやってる人でも、イラストや漫画やってる人はですね、ぜひ DVD でですね、え、止めて、プリントアウトして、トレスしてください。あの、トレスは自分のためにだけやるんだったら大丈夫ですから、DVD で止めて、プリントアウトして、これを上からトレスしてください。なんでかっていうとですね、この、機種。 ですね、飛行機の前の部分のパースはこのハイライトの形と配置で表現してるんですよ。で、エンジンと主翼のこのステイ、棒ですね。あの、この支えてる棒で、この前方の空間の基本パースを決めてるんですね。で、こういうふうに基本パースを決めて、このハイライトで補助線を入れてやると、ポルコの首の位置どこでも大丈夫なんですよ。このポルコの短い首が、 実はこの位置にあろうが、左向いてようが、後ろ向こうが、どの構図でもこれね、バシッとパース決まるようになってるんですね。で、尾翼の位置も、あの、絶妙になってます。大体いい映画の中でこの登場人物主役がキョロキョロしてたら、観客の目っていうのは主役の顔に集中したんですけども、この位置だったら尾翼がちゃんと動いているところもですね、観客の視線の中に収まるように配置されてるんですね。 かなり抜群の構図だと思います。ただ、といってもですね、これ、クレナのの豚の中に出てくるですね、レイアウトで、最高のレイアウトってわけではないんですよ。何がすごいかって、クレナのの豚っていうのは、このレベルのレイアウトが何十枚何百枚と出てくるというところが恐ろしいんでですね。ぜひ、あの、本当に絵を描く人は、暮れなの舞台僕は基本的に、あの、心身止めて、ここで何やってるのかと。なんでここにこの線が入っているのか。あ この机の面があるから、この脚立のパースがあるから、ここってめちゃくちゃ構図が決まってるんだっていうのを発見する方向になってるんですね。もう僕はここが一番面白いと思ったんで,ですね、こういうのをですね、プリントアウトしてですね、えー、なんだろう、レイアウトの勉強をしてもらえたらと思います。ではではですね、あの、今日はですね、 えー、前半のですね、まあ、45分まで無料版はですね、ジーナとどうなったかの、えーでまあ、回答編というかですね、要するに、あの、クれないの豚でよく出てくる話で、結局ジーナとはどうなったんだっていうやつを、それのまあ回答編というやつをやってみる。で、えー、次のですね、なぜ豚になったのかのですね、まあ 出だしから少しぐらいが、まあいけると思います。で、有料版の方ではなぜ舞台になったのかの解決編とですね、回答編ですかね。あと、暮れないの豚を10倍楽しむための雑学という感じでですね。まあ、あの、だいたい大きい話ブロックは3つぐらいでやろうと思います。ええー、ですね、暮れなの豚はですね、僕は、あのー、なんだろう、宮崎駿自身の、なんだろうな、あの、私小説だと思ってるんですね。私小説っていうのは文学で、まあ、 ある形式で作家自身の体験談とか自分自身の内面をですね作品化したもの。で、日本文学ではよくあってですね、僕は中学校とか高校の時に文学の何だろうな、あの、国語で読まされる、現代文で読まされるやつで出てきてあんまり好きじゃないんですよね。っていうのは小説家だからといっても面白い経験してるわけではないのでですね、あのそういう人の書く小説というのは自分の内面を 何かに例えたりして、なんか一生懸命描こうとしてるんですけども、まあ、中学生、高校生ぐらいですからですね、もっとお話が読みたいわけですね。なんか破天荒に展開していくみたいなお話みたいなのを読みたいんで、そういうの好きじゃなかったんですけどもですね、ちょっとこれ紅くれないの歌に関しては、明らかにですね、宮崎駿の思小説、自分の内面を描いたものなんだけども、エンターテインメント作品として成立しているところが面白かったんですね、まあ。そういう見方を紹介したいと思います。ただ、この、 思小説的っぽいもの。あの、まあ、エヴァンゲリオンなんかも、典型的にそうなんですけども、えー、映画を深く彫るっていうのはですね、健康を害する。精神的な健康を害するという部分もあってですね。まあ 今日の内容もですね、こういうことばっかり考えてると、なんかね、ジブリアニメを素直に見れなくなるんですね。正直に言ってジブリのアニメを、楽しいジブリのアニメを素直に見れなくなる。だから、くれないの歌をですね、まあ、素敵で、その、なんだろうな、楽しくて、キャラがいっぱい出てくる、なんかこう、楽しいアニメだなと思って、 もしくは、思で、たいいいいたちは、ゼミななど見方がと思ます。だ大人になってですね、まあいろんなことを考えるようになった後で、その、あ、こういう深みもあったのかというですね、そういう楽しみもできるようになるので、まあ大人になってから見てくださいと。今回はだから大人のためのジブリ講座というふうに進めていこうと思います。あと、もう一つ。 えー、なんでこういう話をしたのか、小説を話をしたのかっていうと、あの、万が一なんですけども、あの、こういう内容、小説的な内容というのは、作者自身も無自覚もしくは、隠してる、隠せてる、バレてないと思っている場合が、 すごい多いんですよ。だから、あの、宮崎さん本人にですね、もし会う機会があってもですね、絶対言っちゃダメです。あの、そういうことを言って作家が潰れたり傷ついたりすると、損するのはあの僕らの方なのでですね、<laughs> えー、どうぞ、えー、自分たちのです、ね、宮崎駿以外のところで楽しむようにして、鈴木敏夫にはいくら言ってもいいですから、<laughs> 宮崎敏夫には言わないようにお願いします、えー。じゃあですね、ジーナとどうなったのか。要するに、えー、ジーナとポルコの中はどういうふうになったのか。 っていう解決編ですね回答編かえー、これあのまあほとんどラストシーンで映る一コマですねえー、よいしょこちら側にここでも大丈夫,い大丈夫はいえー、ジーナさんの書きがどうなったかは私たちだけの秘密っていうですねフィオのモノローグで終わるシーンですねえー これは、あの、簡単でですね、あの、クレナイの豚の作品内で答えが出てる。この誰もいないアズマヤが映ってて、まあどうなってるのかわからないってことなんですけども、これフィオがですね、えー、ポルコにですね、えー、ポルコか、フィオが最後ですね、成長して大きくなって大人になってジェット機のですね、えー、自分で多分デザインしたんでしょうね、あの、飛行艇でですね、ホテルアドリアンノに行くシーンでですね、ちゃんと よしょ、映ってるわけですね、この位置に。ここにですね、赤い飛行手が映ってるわけなんですよ。これはまあ、あの、かなり気づいた人も多いと思いますけど、まあ、あのちょっとだけあの、付け加えさせていただくならばですね、フィオのですね、 えー、自分でデザインした飛行艇がなかなかいいデザインになっていると。えー、フラップがちゃんと降りててですね。あのー、エアブレーキがですね、開いててですねで。前の方に前円スラットって言うんですけどもですね、えー。着陸の時に揚力を発生するための、乱切りを発生するためのですね、えー、部分がですね、開いててですね。まあ、なかなか凝った仕掛けになってます。で、この部分の拡大ですね。まあ、無理しても、見てもしょうがないんで、この部分を拡大するとちゃんと、 えー、ポルコの船ですね。飛行艇がですね、この桟橋に移って、っている。で、この桟橋っていうのは、例のジーナのですね、あのー、ジーナ専用の裏庭に直結する桟橋なんですね。で、ここに真っ赤なサボイヤが止まっていると。なので、まあ、単純なですね、あのー、な、に映画を見てると、ああ、ポルコはジーナの元に行ったんだと。昼間にアドリアーノに出かけて、きっと人間に戻ったんだろうと思うと。 これが普通の見方ですね。ポルコとジーナはどういうふうになったのかで。もちろんこういう終わり方でも構わないと。あの、冒頭に言った通りですね、これは、まあ、あの、なんだろうな、えー、何段階にもなってるですね、作者のこう表現したいことのですね、なんかそう、だん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 深めていく話なんでですね、もちろんこれでも構わないんですよ。えー、対決の後ですね、えー、ボコボコになったポルコはフィオンのキスのおかげで人間に戻りましたと、そういう幸せな話、 と考えても構わないし、たとえ人間に戻れなくても、まあ、ジーナと一緒に暮らしましたという、ちょっと苦いハッピーエンドでももちろん構わないんです。でも、宮崎駿はですね、もう一つ別のですね、ラストを用意してるんですね。それは何かっていうと、ここからのつながりなんですよ。ここからのつながりでですね、えー、フィオの語りですね、ジーナさんの書きがどうなったか、私たちだけの秘密っていうふうに言った後ですね、 エコンテではどうなっているのかっていうとですね、ガーッというジェット気温がいきなりここで入って、で、ちょっと縦フリップで見にくくてすいません。いきなりですね、ジェット旅客機がこうドーンと飛んできて、それを追い抜くポルコの飛行艇。で、えー、飛行機の中から見たらポルコの飛行艇が見えて、で、二重反転プロペラでと、ものすごい、 超航空をですね、音速以上で飛んでるわけですね、こいつは。で、ポルコがですね、指上げサインをしてですね、そのジェット機を追い抜いてきていくっていう風なところで終わるっていうふになってるんですね。で、これがですね、えー、本来ですね、一番最初に企画、一番最初じゃないな、最後の最後までですね、宮崎駿が書こうとしていたラストシーンでですね、えー、まあアートオブポルコロッソっていうです、ね。 『暮れないの豚』の公式設定の美術本のです、ね、83ページにです、ねえー、ちゃんとこれの完成図版も出ています。ですね。これが完成図版ですね。えー、ボーイング727とおぼしきジェット旅客機を追い抜いていくサボイアです。 で、えー、背景もちゃんとあってですね、セル仕上げもされてるから、おそらくね、撮影まではされてるんですね。で、あの、JAL の国際線でのみ、えー、公開されたという、あの、話もあります。これね、ちょっとね、もう今となってはわかんないんですね。っていうのは、ジブリの公式はですね、これが、あの、JAL の国際線で、えー、公開したっていうのはですね、まあ、上映したっていうのは言ってるんですけど、それと、 劇場公開版が別物であったかどうかというのは言ってないんですね。で、あの目撃情報もですね、よくわからなくなってるんですけども、多分ここまでですね、あのできているから、おそらく撮影されたし、僕はあの JAL で公開されたんじゃないかなというふうに思ってます。で、モデルグラフィックスのですね、あの92年の5月号。 やつですね、もう本当に27年前のやつなの雑誌なんですけどもその中で宮崎さんはインタビューでこのカットを書くのがもう早く楽しみでしょうがないとワンカットだけサボイアにターボプロップエンジンつけて二重反転プロペラつけるでつけるシーンを入れるとでジェット旅客機を追い抜くんだよもう今から楽しみだっていうふうに言ってるんですから、まあ、作ったんでしょうでも実際はですねその劇場ではですね公開されなかったんですねえー、まあ あの、この尾翼のエンブレムを見る限りですね、おそらく、えー、ルフトハンザ航空、ドイツのですね、航空会社のやつで、で、えー、ボーイングセブンツーセブンがですね、現役でも、まあ、ピカピカの機体の時ですから、時代は九百六十三年から六十五年の間ぐらいではないかなというふうに思います。で、ポルコの生まれがですね、八百九十二年頃ですからですね、 まあ、ポルコこの時おそらく70歳超えてんだけど80歳にならないぐらい70代ですねまあギリギリ生きてて元気で飛んでるっていうのはありえる世界観なんですねじゃあその70歳70過ぎの75歳ぐらいのポルコどんな姿かですね、えー、それがですねこれなんですねこれもですねちゃんとあのセルシアになって背景もついてるからですねおそらく撮ったやつなんですけどもえー、っとですね あの、清掃金を飛ぶために余圧服を着てるんですね、ちゃんと。で、顔は見えなくなっているんですね。で、よく見ると、ハートに G マークがついてると。これはまあ、いわゆる撃墜マークというやつでですね、まあ、あの、ジーナの頭文字とですね、受け取って OK でしょう。で、ジーナを落としたと、ついに俺はジーナをくどいたぞというサインなのか、もしくは、俺はジーナに撃墜されちゃったと、いわゆる参っちゃったかっていうのが不明なんですよ。ただ、 ポイントはですね、ジェット機を追い抜く時のポルコのポーズなんです。人間か豚かはまたわかんないように書いてるんですけども、親指立ててるんですね。で、これはね、何かっていうと、あの、なんだろうな、えぇ、ー、編で、いわゆる説明したこれなんですね。えー、アドリア海のですね、観光用の飛行艇に、 乗ってったりですね。で、女の子が窓に綱りになって、キャー、豚さんよって言ってたらですね、そんなとこにいると誘拐されちゃうぜっていう風にして、親指を立てて、かっこいいって言われるときのですね、ポルコとですね、全く同じポーズなんですね。で、この全く同じポーズをやるっていうのは、もう作者にしてみれば、なんだろうな。これ映像的な伏線あ、ごめんなさい。 映像的なですね、伏線回収でしかありえないわけですね。これとこれとっていうのは、ちゃんと対になってるシーンですからですね。これ何を意味するのかっていうと、やっぱ70歳になったポルコは、相変わらず、なんだろうな、旅客機がいるところにちょっかい出しに行って、その中で女の子にキャーキャー言われて、<laughs> なんだろう、かっこいいだろ俺って言って、またギューンと去っていくっていうのをラストでやってるわけですね。あのー、まあ、 映画の最初で見せた、あの、島巡りの観光飛行船で、ポルコのシーンと引用を踏んでるんですけどもですね、あの、ご丁寧に飛行機が飛んでいる方向とかですね、あとポルコの構図まで同じということで、引用を踏んでますよというふうに比較的わかりやすく作っていると。つまり、まとめるとこれ、どういうことかっていうと、 あの夏の日ですね、えー。ポルコとですね、カーチの対決があったあの夏の日から40年くらい経った今、フィオがホテルアドリアーノを訪れると。そうすると、フィオがホテルアドリアーノを訪れると、三橋にはサボイヤが泊まってるから、ああ、やっぱポルコはジーナさんと幸せに暮らしたんだと。これが第一のオチですね。最初に、あの、普通に映画を見てる人が思う第一のオチなんですけども。で、しかし、ジーナのあずまいが映ってもそこに誰もいないと。 で、フィオの私たちだけの秘密ということで、なんか謎を持たせて、このまま第二のおちに行くはずだったんですね。で、第二のおちっていうのは、その、実は桟橋に止めてあるポルコの飛行艇っていうのは、こいつですね。これはですね、もう古い機体、古いサボイアなので、すでに使っていないと。で、ポルコはターボプロップにですね、エンジンを換装した新しい新型のサボイアで、今日も大空を飛び回っていると。 だから、あずまイには誰もいなかったんですね。で、ポルコは今日もですね、わざわざ旅客機の横を飛んで、女の子たちに親指を立てているのを忘れないと。で、ジーナの結婚マークっていう、ジーナの撃墜マークですね。あのハートマークっていうのは、まあ、指輪と同じで、俺はあの、別に結婚して指輪つけてるんだけども、キャバクラとか行って姉ちゃんと遊んだりするのを忘れてないぜっていう、これがこの第二のオチになってるんですね。で、まあ、家に嫁がいるけど、俺は外で女の子と遊んでると。 別に浮気してるわけじゃないから、それぐらいはいいよね、と。あの、これ、前回も話しましたけどですね、もともと紅の豚っていうのは、JAL 国際線に乗るですね、中年のおじさん向けに作るはずだった映画なんですね。なので、俺たち映画、あの、俺たち女房持ち種族というのは、五道、五道杯っていう、よくあの中年のおじさんが使う表現ですね、五同杯。俺たち中年のおじさんっていうのは、女房持ちなんだけど、から浮気はしちゃいけないと。 要はおじさんだから浮気はしちゃいけない。でも、若い女にモテようとする色気を忘れちゃいけないっていうようなメッセージが入っているんですね。だから、削除された理由はですね、この中年おじさんのための映画っていう目的が変わったためだというふうに僕は考えます。で、JAL の機内版だけではこちら側が残ってたっていうのはですね、JAL の機内版はまあ中年おじさんのための映画っていうのを残しといて、でも劇場で公開するバージョンっていうのは、 なんだろうあの、もう、ラストのスタッフクレジットが終わった後で、しこれがね、あの、劇場版の最後の最後のラストなんですね。ラストのスタッフクレジットが終わった後で、えー、サボイアがですね、せあの、これも本当に積乱雲の上を飛んでいる、超高空を飛んでいるところなんですねで。このシーンで、ポルコは今も自由だと。例え、その、なんだろうな。 えー、ジーナのところへ行ったとしても、えー、ジーナが言う通りですね、もう空を飛ぶのなんかやめてくれっていうような願いは聞かずに、今も自分の好きに生きてますよって、このメッセージだけがですね、伝われば OK だというふうに監督が考えたからだと思います。あのー、ジーナとの関係をね、もし本当に書きたいんだったら、東ずのテーブルに昔の写真でも置けばいいんですね。昔の写真を置いて、なんかその、 それだけで二人の関係っていうのを書けるんですけども、でも、監督、宮崎駿監督が書きたかったのは、ジーナとポルコの関係ではなくて、本当にポルコロッソっていう個人なんですね。私小説だから。だから、その、今でも飛んでる飛行艇っていうのを、その、書くのは、ポルコの心はアドリアーノに置いてるんではなくて、今も空の上にありますと。なんか言い方悪いんですけども、 なんだろうな、女に縛られてないっていうのを書こうとしてるから、これがラストに来るわけなんです。あずまいになくてですね。だから、あの、うんとね、まあ、この辺からがですね、え死、ー、小説としての、あの、クレナの豚の解析になるんですけどもですね、妻を、 家に待たせて、外で恋愛するっていう言い方変なんですけどね。恋愛、不倫じゃないんですよ。恋愛なんですよ。でも、浮気じゃない。浮気じゃないからオッケーと。これはスタジオジブリでの宮崎駿のですね、その生き方そのものなんですね。あの、ジブリスタッフはみんな知ってるんですけれどもですね。あと、鈴木敏夫も何度もですね、まあ、ラジオでも公演でも対談でも話してるんですけれども、えー、っと、ドキュメント映画でですね、 えー、夢と狂気の王国っていうのがですね。これが、えー、あ、ちょっと反射してるね。これでいいか。夢と狂気の王国っていうのが、あのー、なんだろうな。えー、公開されたんですけど、この中でですね、えー、三吉さんっていう女性スタッフがいます。え、スタッフの間では三吉さんというふうに呼ばれてるんですけども、その三吉さんという女性スタッフが、この当時ですね、あのー、 風立ちのを作ってた時の宮崎駿のお気に入りだったんですよ。で、えー、その時のですね、宮崎駿のテーブルが作業机ですね。これがあの宮崎駿のですね、作業机だったんですけど、この奥のところにこうイラストを描いてるんですね。で、わかりやすくこれを拡大します。これ拡大したものなんですけども、 ここに書いてるですね、原画チェック頑張ろうとかですね、あと何かと残ってるのかっていうところの、このなんかちょっと可愛らしいイラストがですね、えー、三吉さんっていうですね、まああの、すごい童顔で可愛らしい、もう宮崎アヘをお好みっていうのがみんなでわかるですね、あの、女性なんですけど、その人が書いてくれた絵なんですね。で、このドキュメント、夢,夢と狂気の王国の中でも、 めちゃくちゃもう、宮崎駿男とこの三吉さんはイチャイチャしてるんですよ。で、で、あの、もう、どれぐらいイチャイチャしてるのかっていうと、コンテやっと完成したっていう時に、まず、その、三吉さんだけに行ってですね、で、三吉さんがですね、あ、本当ですかよかったって言ったら宮崎駿が、宮崎駿がですよ。自分からハイタッチしようとるんですね。で、はい、はいって言ったら三吉さんが、えって顔して、ああってわかってハイタッチしてですね。 <laughs> っていうですね、はしゃぐし入れてるんですけども、あのー、まあ、この三木さんに限らずですね、宮崎駿には常になんかそのお気に入りの女性のスタッフであったり、もしくは雑誌の記者がいてですね、で、 ええー、もう態度でバレバレなんですね。周り、実はどうも本人は隠してるつもりらしいんですけども、それはもう、鈴木投司夫もですね、すごい嬉しそうに、もう本当に宮崎さんは可愛いと、あれで隠してるつもりだって言ってけど、あまりにも態度が違うんで、バレバレでもう世間にはバレてると、他人から見たら、あ、このじいさん恋をしてるんだってわかると。でも、それをですね、もう完全にプラトニックにストイックに自分の中で、 抑えてるから、宮崎駿は人にバレてないと思ってるんですよね。で、このドキュメントを撮った夢と、ま、あの、狂気と、夢と狂気の王国を撮ったですね、えー、砂田あさみさんっていう監督さん、この方も女性なのでですね、実はこの関係に気がついてるんですね。だから、この夢と狂気の王国の中には、その三吉さん絡みのですね、割とエピソードというかカットがすごく多くてですね、あの、 宮崎駿の恋愛してるんだけども、それに関して自分でも割と無自覚な様子とか、周りにバレてないと思っている様子っていうのを、意地悪っていう言い方もなんですけど、すごい丹念に丹念にすくい上げて、編集して残してるんですね。だって、このね、夢と狂気の王国の中に、その三吉さん絡みのシーンが本当にね、何分も何分も入ってるんですよ。で、次は三吉さんの結婚式のシーンまで入れてるんですけども、<laughs> もっと重要で入るべきですね。ジョン・ラセーターがわざわざ来てですね。<laughs> なんか宮崎さん話してるシーンが一切ない、ジョン・ラセーターが出てこないドキュメントなんですね。<laughs> そんなの普通あり得ないんですけどもですね。まあそういう配分で見せてるんですけども。さて、この三吉さんがさっき、今も言った通りですね、この映画のドキュメントの中でですね、また光っちゃったの。結婚することになったと。 結婚することになったんだけども、宮崎駿が、その、三吉が結婚するって聞いたらですね、ものすごいショックを受けるだろうと。ショックを受けたら宮崎駿の、なんか仕事に影響するからなかなか言えない。どうしようってことで、宮崎駿以外のスタッフが誰が言うかって相談してですね、<laughs> 鈴木敏夫が、しょうがない、じゃあ俺が言うよと。 な何がしょうがないなのか <laughs>、もうわかんないんですよ <laughs>。何がしょうがないわか,かんないんですけれどもですね。<laughs> まあ、みやあのー、鈴木敏郎が宮崎駿をジブリの屋上に呼び出してですね、<laughs> これ前も話したんですけどもですね <laughs>、えーこ、これもね、撮ってんですよ。 砂田監督がこのドキュメンタリーで、そしたらね、すごい遠くから望遠で撮ってるから声は聞こえないんですけれども、鈴木道志がなんか横向いて宮崎さんに話があるって言って、屋上を呼び出して話したら宮崎駿がそれを小石蹴りながら聞いてるんですよね。で、小石蹴りながら聞いて、で、わかったみたいなことを言ってるんですけどもですね、こんなシーンまで入ってるんですで、 で、宮崎はやっぱりプラトニックだし、あと大人だからですね、そのショックから立ち直り、なんと、三吉さんの結婚式の主催までやってるんですよね。で、これあのね、皆さん調べたらわかるんですけどもです、ね、スタジオジブリでですね、なんかあの、ブログやってて、その日記、え、2011年ですね、9月28日の日記をですね、後で調べてみてください。2011年9月28日の。これあの、新郎新婦の、 結婚式、この三吉さんの結婚式の写真まであってですね。で、そこで三吉さんはさっき宮崎駿に書いてた、あの、あと、頑張ろう、原画チェック頑張ろうってうあの可愛らしいありますよね。あの可愛らしい絵のですね、えー、なんだろうな。あ、この絵のですね、えー、ウェディングケーキがあってですね。で、 二人はですね、神父の前じゃなないんですよ。宮崎駿の前で新郎神父が愛を誓うっていうですね、<laughs> セレモニーまであったそうなんですけども。な、いや、もうね、ここまで行くと立派ですよねな。なんだろうね。宮崎駿の恋の仕方ってすごいストイックでプラトニックで俺かっこいいなと思うんですけど、まあ、かっこいいとはこういうことさっていうのは、こういうことだと宮崎駿は言ってるんですよ。だから、 あの、この、ドキュメンタリーの中でもですね、宮崎駿がですね、毎日奥さんが作った愛妻弁当を持ってジブリに出勤してる姿が書かれているんですね。奥さんが作った愛妻弁当を持ってジブリに出勤して、そしてその現場で恋愛してると、他の若い女の子に恋愛してる宮崎駿と。でも 浮気じゃないからオッケーだっていうのは、なんかね、いや、かっこいいとはそういうことだっていうのは、宮崎駿はそういうを言ってて、で、僕も、あ、それはなんか、 中年のおじさんの考え方としてわかると。いわゆる普通の中年のおじさんが家に奥さんがいてお小遣いもらって、そのお小遣いでキャバクラ行ったり、仕事終わりに飲み屋に行って、そこの女の子とかママをちょっと砕いた風なことも言ってみて、決して深入りしない関係っていうのは、それはもう昭和のおじさんにめちゃくちゃある話じゃないですか。だかその昭和のおじさんの中にある、 なんだろうな。ある種、ストイックなのか、スケベなのかわかんない感じっていうのを全面的に肯定して、俺もそうなんですよっていうふうなことを告白しちゃった、その私小説の、としての形っていうのがですね、すごいなというふうに僕は思ったので、あ、これかっこいいなと思ったんですね。でも、この、 浮気してないから OK じゃんっていうのは、その、宮崎さんの考えなんですけども、鈴木敏夫もですね、ちょっと変だなと思って、からかったことがあるそうです。で、それで宮崎駿を怒らせてしまったっていうエピソードがあるんですけども、えー、これはね、あの、ニコニコのですね、生放送でやられてですね、やってですね、あの、まだ映像も残ってると思います。2012年ですね、ニコ生でですね、押し守る鈴木敏夫、あと川上さんの三者対談っていうのをやった時のですね、再現なんですけども、 えー、おしいまがですね、えー、あの豚って最後どこに帰るのって言ったら、決まってんじゃないですか。奥さんのとこ帰るんですよって。そりゃその通りだって。っていうふうに、鈴木と一に聞いた。これどう,いう意味かっていうと、紅の豚のポルコって最後どうなるのかっていうと、あれ奥さんのところに帰るんでしょっていうふうに、あのー、おしいが聞いたらですね、鈴木と夫が、いや、 その話はやめようよっていうふうに一瞬止めたんです。そしたら、鈴木さん、あの、押し守るからそれを許さずにす。え、だって鈴木さんそう言ったじゃんってさらに追求すると、ついに鈴木としてが諦めて、いや、言ったんだけど、言ったんだけど、その件で宮さんのことをちょっと怒らせちゃってさ、っていうふうに言い出すと。で、 おしーさんがですね、あの豚って、ポルコって宮崎さんのことでしょあの豚の面をパッと取ると宮崎さんの顔になってるわけじゃん。と絶対どうでしょうっていうふうに言うと、鈴木敏夫がですね、いや、まあ、ちょっとそや、その時のことを言うと、こっちも気を許してしまって気が緩んでて、最後、まあ、ポルコが帰ってきたらですね、自分のアジトが帰ってくると、このアジト帰ってくるんですね。そしたら、そのアジトの奥に、まあ、小屋があると。これですね。 この小屋があると。で、この小屋の裏に行くと、こっからですね、えー、まだ繋がっててですね。で、えー、奥へトントントンで行くと、そこに本宅があって、実はポルコの島の奥にはですね、えー 奥さんが住んでる自宅があって、家の中に入ろうとすると、いきなり怒られて、ゴミ捨ててって言ったでしょって言われるとで。それで終わらせたらどうかっていうふうに言って、まあ、宮崎さんがですね、それで笑ってくれるかと思ってみたらですね、全然笑ってくれなかったという件があったそうです。戻しておきますね。はい。 で、えー、まあプロデューサーの鈴木敏夫のですね、脳内、脳内ですよ。プロデューサーの鈴木敏夫の脳内にはですね、ポルコは嫁さんの弁当を持って毎日毎日空賊大臣に行ってると。で、晩ご飯だけジーナのところへ食べに行ってると。で、フィア、フィオみたいな若い子とをプラトニックで遊んでると。そこが日本の中年サラリーマンの実はかいいところで、 えー、中年のおじさんを本当に応援するアニメなら、そこまでわかりやすく作ってもいいんじゃないのと。だって宮崎さん、現にあなた、毎日奥さんの愛妻弁当を持ってジブリに来て、で、そこで三吉とイチャイチャしてんじゃんっていうふうなことをですね、チラッと言ったら宮崎さんが本気で怒ってしまったらしくて、返事してくれないから、もうその件のことを話すのはやめてくれっておしい守りに頼むっていうシーンがあるんですけどもですね。でも宮崎駿はですね、その、 はや自身はそこまで割り切って作品を作ってるわけじゃないんですね。これ、もののけみの時もそうなんですけども、何のためにどんな話を作りたいのか分かってたら、もうそれを言葉で言うし、分かった瞬間に映画なんか作る必要がないと。分からないから映画を作って、一生懸命作ってたら、作った作品が、もう、俺のために作ってるんじゃなくて、映画のために作っているようになってこそ、初めて一本の映画として完成するっていうふうに言ってるんですね。だから、その、 一度は、お先の、これですね。一度は宮崎駿もですね、え、未だにモテたいと思っているポルコっていうのラストを書いて、JAL では機内上映までしたんだけど、やっぱり劇場版ではこれをカットして、今でも飛んでる。ジーナと一緒のシーンは、あえて書かないんだけども、今でも飛んでるポルコっていうのを書いて、 あの、書くことによって、まあ、あ抑えたわけですね。一度はこれを書きときながら。だから、映画のラストとしては、その、よいこれで正解なんですよ。今でも飛んでるポルコで、あの、現代、今、えー、DVD で公開しているバージョンもそうですし、金曜ロードショーで公開しているバージョン、このバージョンで正解なんですね。あのー、まあ、あこっちで言っちゃったらですね、 こっちで行っちゃったらですね、まあ、レオンという雑誌あるじゃないですか。で、レオンという雑誌でちょいわるおやじっていうジローラモとか出てくるんですけども、もうそれになっちゃうんですね。で、これをラストで見せたら、多分かなり女性層からの反発食らったと思うんですけども。だから、えー、こっちでよかったんじゃないかなというふうに僕は思います。というわけでですね。 え、前半のですね、あの、えー、ジーナとどういうふうになったのかの、えー、回答編っていうことなんですけど、岡田斗司夫の、え、答えとしてはですね、えー、ポルコはですね、ジーナの元に行ったと。しかし、まだ、 秘密基地には通っててですね。えー、そこには最新のサボイアがあってですね。ジーナのところに置いてるのはこの古いバージョンのサボイアであって、最新式のサボイアは秘密基地のところにあって、そこには毎日出勤してですね。で、空を飛んで女の子をナンパしているっていうのがですね。まあ、あの、どういうふうになったのかのです、ね、僕の回答です。えー、ポルコロッソっていうのはですね、あくまで、なんだろうな、あの、 うん自由というのもんなんですけどね。まあ、あのー、ずっとね、一人で飛ばしてやらなきゃダメな人間。それはもう、宮崎駿も同じなんですけど。宮崎駿も結局、ジブリ以外に2馬力っていう個人事務所もあって、そこに意味なく毎日出勤してるんですね。 意味なく毎日出勤して、そこでカーテン開けて、奥さんのお弁当を食べてで、その後でジブリに行って、ジブリで仕事してるっていうふうなことで,ですね。全然やっぱり縛ることができない人。まあもっとすごいな、高畑勲だったんですけども。<laughs> なので、まあそういうふうなじいさんだというふうに思っていればいいんじゃないか。な。それが、あの、大人になってからもう一回暮れないの豚を見るですね。あの、中年の親父の生き様として、 まあ、肯定する、中年のおじさんの生き方を肯定する見方で、えー、暮の豚を見るときのですね、見方ではないかな、というふうに思います。なんか、あの、奥さんのところに古い方の機体を置いてるっていうのがやたらリアルでですね、<laughs> いや、なんかすごい正直に書いたな、よくそこまで書いたんだ。あの、安野秀明は、 くれないのボタンを見たときに、宮崎さんもやっとパンツを脱いで見せましたねっていうふうに言ったんですけども、それはいくら物が小さくても見せたことは評価しますっていうふうにですね。<laughs> 安野秀明もなかなかひどいこと言うんですけどもですね。あの、その辺はですね、どこまで自分っていうのを晒すのかっていうのが私小説の作り方ですのでですね。えー まあ、この辺がジーナとどうなったかの回答にさせてください。じゃあ次行きましょう、えー。なぜですね、ポルコは豚になったのかですね。えー、なぜポルコは豚になったのか、そしてそれは人間に戻ったのかというのの、えー、回答編ですね。よいしょ。えー、これはですね、あのポルコがですね、まああの。 カーチスと対戦する前、一番最初のマンマユートダンを倒した後のですね、えー、次の日の昼間にですね、え街、ー、へ行くシーンですね。街へ行って銀行の親父と話してるシーンでですね、えー、銀行の親父にですね、いかがでしょう愛国債権などをお求めになって、民族に貢献してはっていうふうに言われたら時にですね、そういうことはな、人間同士でやんなっていうふうに、おしゃべる。あ、俺今、あの、 声は似てないんですけど、言い回しは何かいいな。<laughs> ちゃんと物マネできてたなっていうふうに、まあ、こそういうことは人間同士でやんなっていうふうに言うシーンなんですけども、これね、人間に対する強烈な軽蔑感、無蔑感があるセリフなんですね。だから、ポルコは人あの、豚になってしまったんじゃなくて、自分で豚を選んでるんですよ。あの、豚は人間よりはずっとマシだというふうに、 ポルコも宮崎駿も思ってる今時、今時このご時世、この当時のですね、イタリアもしくはアドリア海で、豚じゃなく人間をやってるような奴らは、みんな豚以下だっていうふうに思ってる。だから、人間に戻れないんじゃなくて、人間になり下がるほど俺はまだ落ちぶれちゃいないぜっていう、このポルコの自意識っていうのを、まず最初に教えておい、押さえておいた方がいいと思うんですよ。で、 宮崎駿自身もですね、暗の豚のパンフレットの中でですね、ファシストの連中は共産主義者のことをポルコロッソと呼んでたことがあったんじゃないかなと思ってます、えー。つまり当時のイタリアのですね、第二大戦直前のイタリアではですね、ファシストの連中っていうのは共産主義者のことをポルコロッソ、赤い豚だっていう風に言ってたんじゃないかなと思ってます。言ってしまえば社会主義という実験が無残な失敗に終わって崩壊してるとき、俺は一匹だけでもいいから飛んでるぜって言ってるんですよと。 それでパリコミューンの歌、サクラんぼが実る頃が好きだっていう図式が出来上がったんですっていうふうに宮崎駿はパンフレットの中で言ってるんですけども、紅の豚っていうのは何かっていうと、宮崎駿の想像の中で当時イタリアでは共産,主義者共産主義者たちは赤い豚っていうふうに言われたんじゃないのか。そこから始まってるんですね。つまりポルコっていうのは物理的にこういう魔法がかかって豚になったんじゃなくて、ある種の表現として 共産主義者っていうふうに言われているという解釈もできると。この解釈の場合、ジーナはですね、セリフのですね、どうすればあなたを人間に戻せるのかしらっていうセリフとか、あと、フィオの私がキスしたらポルコは人間に戻るかなっていうセリフっていうのは、すべて言い換えれば、どうすればあなたは共産主義なんていう悪魔のくだらない思想を捨てて、私たちのいる自由で素晴らしい、みんなが豊かに、 なれる資本主義の世界に戻れるのかしらっていうふうに言ってるようにも、まあ、読み取れるわけですね。で、これは60年代にですね、学生運動をしていた人たちがみんな恋人や家族に言われたセリフとそっくり同じなんですよ。あなたが本当の愛を知ったらあなたも悪魔の悪魔のような共産主義から目覚めるんじゃないかしら。と本当の何々を知ったらあなただってきっとっていう。この上から目線のですね、忠告がもう ポルコをめちゃくちゃイラつかせるわけですね。余計なお世話だと。そもそも人間が豚より上だと誰が決めたんだ、おいっていうふうに怒ってると。これがそのポルコの、そのクレナいの豚っていう豚は実は共産主義者のメタファー説っていう考え方で、あの、この映画が公開された時に割とあのクレナいの豚っていうのは実は共産主義者ってことだよねっていうのはちょっと言われたことでもあったんですけども、まあ、これがま、第一弾の解釈。 解釈です。で、この、でもこれね、宮崎駿の私小説であるっていうふうなことを考えたら、ちょっとその辺の解釈で、なんだろうな、<coughs> 納得しちゃうのはもったいないところがあると思うんですね。なので、もうちょっと奥まで読み込んでみましょう。そもそもなぜポルコが豚であるこのポルコが豚であるってことを気にしてるのは、実はですね、この紅の豚のアニメの中で、 女だけであるというの。えー、お気づきでしょうか。えー、ピッコロ親父もですね、武器屋の親父も、あのマシンが売ってる武器屋の親父も、ポルコがガソリン入れに寄っているですね、店のじいさんたちも、ポルコ、おい、タバコくれよってねだってる、本当にごく下資源いってる連中もですね、まるでポルコが豚であるってことを気にしてないんですね。で、 えー、まんま言うと団もですね、空賊連合も、も豚って言ってんだけど、なんでお前豚なんだと、実は一切気にしてないし、初対面のカーチ師ですら、このあたりに何かブイブイ言わしてる豚がいるぞだって言ってんだけども、なんでお前豚なんだというふうに突っ込まない、疑問にも思ってないんですよ。で、えー、女だけが気にしてるというかですね、正確に言うと、気にしてない女もいます。これ何かっていうと、これポルコがですね、まんま言うと撃墜した後のですね、 えー、ホテルアドリギャンに来るシーンなんですけども、えー、ポルコお話し聞かせてっていうふうにこの女の子が言うと、ポルコがですね、耳元に近づいて、今度二人きりの時になっていうふうに、まあ、かっこよく言う。この間を取っていくときに他の女の子がですね、ポルコを見てるっていうですね、ポルコモテモテっていうシーンなんですけども、 この女性たちの正体何かっていうと、ジブリのアニメーター座談会、この紅の豚が公開された後ですね、直後に、えー、アニメージュに掲載された、あの、ジブリのアニメーター座談会で、まあ、えー、あの、女性アニメーターとか背景とかですね、色指定の人たちがやるですね、座談会でですね、ポルコを取り巻く娼婦のような女たちっていうふうに、彼女たちは表現しているんですね。ポルコを取り巻く娼婦のような、つまり商売女だっていうふうに言ってるんですよ。 男とか、商売女だけがポルコを豚として当たり前に接してると。つまり、逆に言えば、豚として当たり前に接してるってことは、なんだろうな、人間として見てるわけですね。で、ジーナとフィオだけがポルコが豚であることを人間以下であるとみなして、なんとか人間に引き上げようとしてるんですよ。この逆説ですかこの構造の逆説に気づかないと、ポルコが豚になった理由っていうのはなかなかわかりにくい。 じゃあ、なんでジーナやフィオはですね、ポルコが豚であることが許せない、我慢できなくて、なんとか人間に引き上げるとしているのか。なんで男たちはみんな、豚であるっていうふうなことを当たり前に思って、そうではなくて、一対一の人間としてポルコとして、実は対応しているのかですね。えー、まあ、この辺でですね、まあ、そろそろ40分を超えましたんでですね、えー、後半この話をした後で、えー 紅の豚がですね、10倍面白くなる雑学というふうにいきたいと思います。岡田敏夫ゼミ特別版。えー、これはですね、あの、くの豚予習編ということでですね、まあ、あの、金曜ロードショーで紅の豚の放送中に、これをツイートすれば、あ、くの豚マニアだなという感じになるというですね、ちょっとあの、 ひねくれた感じの見方になるかもわかんないんですけども、えー、番組を見る前にできればそこのこういう情報を入れておいたらですねより深く楽しめるという情報をお届けします、えー、まあ、知ってなくても楽しめるけど知ってると余計に面白いとかそういうのはねやたら宮崎アニメに多いんでですね「くの豚」のマニアックポイントをですね解説しましょう、えー、これはあの、まあ、大体20分から25分ぐらいの動画になると思いますけども、えー、最後にはですね多分 まあ、あの誰も気がついてないんですけどもあのフィオとポルコの関係その結果が招いたです、ね、クライマックスの話っていうのをするんで,です、ねまあ、あの最後まで見ていてください、えー、それでは最初のポイントです大体 DVD の尺で話しますね、えー、放送の時はどんな CM 入るかわかんないので DVD で,です、ね、あの開始3分目あたりです、ねえー、ポルコのです、ね、アジトですアジトで,です、ね、ポルコが操縦席に乗ってです、ね、エンジンスタートした時に これですね、えー、ポルコがです、ねえー、エンジンスタート、この前で大きいプロペラが回り出しています。で、えー、ポルコが操縦席に座ったときに、ここにですね、小さいプロペラあるの分かりますかこの小さいプロペラがゆっくり回り出します。まあ、あの前であのでかいあの飛行機のプロペラが回ってるんで、その風を受けて、この小さい風車が回り出してるんですけども、これはあの、ね、風車式のポンプというやつです。えー、どういうことかっていうと、 えー、これあの、宮崎駿自身がです、ね、描いた、まあ、原作漫画みたいなものがあるんですけど、その原作漫画の中に出てくる、えー、ポルコの愛機のです、ね、構造です。で、エンジンはです、ね、羽の上にあるんですね、大きいところがガソリンタンクはです、ね、ポルコの真ん前にあるつまりガソリンタンクからガソリンを上に持っていかなきゃいけないんですけれどもです、ね、当時です、ね、もちろんあの電気式のポンプなんていうのはです、ね、ほとんどなかったので,ですねこれ どうにかして上を持っていかなきゃいけないんですね。で、それで使われてたのがさっきの風車。前の方で、えー、ぐる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 とプロペラが回って風が起きてるので、その力でこの風車を回して、で、それでポンプの力でですね。 上にガソリかなり面倒なシステムなんです、仕組みなんですけども、まあ、い,かい,たいかにもですね、イタリア車っぽいというのかな、イタリアっぽいですね、おしゃれだけども故障しそうなシステムですね。まあ、あのポルコはですね、愚痴を言いながら、このイタリアらしさ、結構気に入ってるんじゃないでしょうか。で これ、あの、くるくる回ってるから、速度計じゃないかなっていうふうに思った人もいると思うんですけども、まあ、速度計と思う人は逆にですね、かなりの飛行機マニアなんですね。あの、なんで速度計と勘違いしちゃうか。こういうマニアックな話っていうのは、日曜日のニコ生本編で、え、ゆっくりお話し,したいと思います。もうね、飛行機の話、したくてしょうがないのでですね。えー、では次のポイントですね。えー、まんまートとンとの戦い。えっ、ー、とですね、DVD で開始してですね、 6分あたりもう一瞬のシーンなんですけどもまんまーうと弾のです、ね、飛行艇の前を通過する一番最初に通過するポルコを、ねえー、止めるとこういうふうになっているのが分かります、えー、ストリークというんですけども、まあ、いわゆる尾を引いて飛んでるんですけどもここまで大胆なそのブラシ セルの上にブラシで,です、ね、シューッと吹いてです、ね、ストリークを出してるんですけどあんまり見たことがないですね。ですごいこの一瞬のポルコのです、ね、飛行艇の前を横に切くというシーンがです、ねまあ、かっこよく見えるのは思い切ったこの色を使ったその赤、白、緑です、ね、ストリークがあるのではないかと思います。割とですね、このあのこ,こまでの漫画的っていうのかな言い方悪いですけどもですね アニメというよりはどちらかというとちょっと漫画的なです、ね、あの大げさなシーンって本編の中では多分、ここぐらいなんで,です、ねえー、放送中です、ね、6分目あたり6分半あたりですか一瞬しか出ないですけどもです、ね、よーく見たらです、ね、あっと思うと思いますので、えー、気をつけてください。でこの最初のです、ね、ポルコ対まんまート弾の,あの見どころをですね、えー、一時フリップ用意してないんですけどもあのポルコの撃った銃弾ですね機関銃の弾の数数えてみてください。 えーと最初のエンジン破壊にです、ね、8発使ってです、ね、で次にです、ね、尾翼を撃ち落とすのに12発使っていますでこれ、なんでかというとです、ね、あのポルコはあの人殺しをするために撃っているんじゃないので,です、ね、実は両方の期間中に合わせて20発しか弾を積んでいないので,です、ねあのまあ、それ以上やっちゃうと戦争になるからと本に言っているんです。ね。 さあ、どうなるのかということでポルコの飛行艇が迫ってきてまんまート団のボスがですね来やがればダイヤロいうふうにやってるシーンなんですけども実は20発撃ってるので,です、ね、ポルコの、えー、飛行艇のです、ね、機関銃は残弾ゼロですブラフなんですね大発達なんですよもうあのエンジン撃ち抜いて尾翼撃ち抜いたから絶対にですねまんま誘導弾の団長は降伏するだろうと思ってですねポルコは えー、全部打ち尽くしちゃったんですねあの数えたら20発ですからなので残弾ゼロで突っ込んできてところがあの団長の周りの,です、ね、この手下たちが慌てて団長を押しとどめてです、ね、降伏しますというふうに旗振っちゃったから勝負あったというですね、えー、なんかひょっとしたらこれあのなんだろうな自分がですね殺されてたかも分かんないんですけどもなんでポルコは弾20発しか持ってないのか。あと そのなんでこんな命知らずなことをするのかとそういう考察は、まあ、結構長い話になると思うのでそっちの方はね次ですね DVD では9分半あたりですね「ホテルアドリアーナ」に舞台が映ったらですねマダム・ジーナがです、ね、歌を歌ってますですね歌ってるんですね フランス語で歌ってます、えー、とこの歌ってるですねフランス語の歌詞ですね「さくらんぼの実る頃っていう歌なんですけどそれのです、ね、歌の歌詞とジーナの唇が完全に合ってますでこれはいわゆるリップシンクという技法でまあ大昔のディズニーアニメとかではよくあったんですけども日本のアニメでは「キラが有名ですね、えー、俳優さん声優さんにあらかじめ演技させて喋らせてでそれの音を聞きながら唇の形を合わすと。 アキラの場合は別に俳優さんの映像を撮ってるんではなくてですねあの声のなんだろうな、えー、セリフの中のあいうの子音ですかあ母音だ母音の方をコンテの方に書いてあってその母音の形によって唇の形が決まってるんですねなので、えー、唇をこのように開くっていうのが決まっているのでだからアキラのアニメというのは見てると日本語のセリフと唇が完全に合ってるんですねでこのマナブン・ジーナもです、ね、同じように同じようにではないですねもう完全にですね えー、なんかあの青山にあるロシア料理のレストランらしいんですけども、ロシア料理のレストランにあインド料理だったかなどっちか忘れたあのレストランでですね、わざわざ加藤登紀子を呼んででですね、VTR 撮影までしてですね、えー、唇の動きを合わせたそうです。で、まあその時の時様子が。 これなんでですすけども、宮崎駿めちゃくちゃゃく嬉しそうわり、ね、と若い頃からの憧れだった加藤時子さんに会えてすごい嬉しそうな宮崎駿です。でこのこの時です実はあの加藤時子はです、ね、歌だけのはずだったんですねあの歌2曲歌って挿入歌にしてエンディングにして終わりだったはずなんですけども宮崎駿がもうとにかくあまりにもすごいと惚れ込んでですねそのままジーナ役になっちゃったんですね。で まあ、この加藤時子というのはど割とね、これがまたすごいおばさんなんですけど、これも時間があったらニコダモの方で話そうと思います、えー。次ですね、DVD で40分目あたり、だいぶ飛ばしました。えー、ミラノです。ミラノのですね、えー、ポルコの,です、ね、あの飛行機をもう直しているあたりですねで。たまたま街であったです、ね、フィオが、えー、乗ってくって言ってですね、トラックの中にです、ね、ポルコを乗せてくれるシーンです。で メーカーはここに小さく書いてあるんですけども、えー、ポルコのエンジンと同じですねフィアットですねルパン三世カリオストロの城に出てきたですねルパンたちが乗っているすごい小さい車もあのフィアットっていう車なんですけどまあこんなごついトラックも割と作ってたわけですねであのー、見どころはですねやっぱこの水平についてるハンドルこれをポルコがギャーッと回す男なんですね 多分、フィオが運転しているときってもうハンドルの下の辺を軽く持ってこうやって回すしかなかったんですけど大柄なポルコが乗ってです、ね、ほとんど水平のハンドルをぎーッと回しているところが割と見どころさ、あの面白いところです。で、えー、この当時のです、ね、トラックっていうのはです、ねまあ、あのギアの関係で,です、ね、ハンドルがもうほとんど水平になっちゃってるんです今でもそういうのが結構あるんですけどもです、ね、ほとんど水平になっててで窓の開き方も フロントガラスの上半分だけが前に開くこれもねヨーロッパ車でよくある大型車とかでよくあるタイプなんですけども、ね、そこら辺もですねちょっと見どころとして面白いので、えー、番組放送中にチェックしてください、えー、でですねじゃあ次 DVD でですねい体54分あたりです、えー、54分あたりのですね 飛んでる時のでるの、ね、すね。新しくなった飛行艇をですねあのジーナに見せびらかしに行くシーンですね。えーまあ、これあの見せびらかしに行くというのが一番正しいんであって映画見てるとまるでなんだろう待ってるジーナの心をもてあそぶかのように上空で旋回してる。 ポルコっていう風になってるんですけどあれはもうポルコの気持ちとして純粋に「どうだかっこいいだろう俺の新しい飛行機見てくれ」って言ってビンビンビンって見せびらかしてるとそうすると前を見たらよくよく見たら女の子が乗ってるのでジーナの顔がやや険しくなってるっていうのもですねまあここら辺もあのポイントだと思いますで、えー、そこをに行くシーンの途中でフィオがいきなり振り向いて話し出すんですねで振り向いた時にこれあのポルコがいつも覗くですね何でしょうね あの望遠鏡型の小、ね、準器なんですけどここに小純器は前を狙っているのでフィオの小さい顔が映っていてこのフィオがあの離したりぴょこんと頭を出したりするためにここも同じように動く小純器の中のフィオも小さく同じように動くと。これあの なかなかあの可愛らしいシーンですのでですね、DVD でいうと54分目、多分放送でいうと1時間目ぐらいなんでしょうかね。えー、なのでですね、あのこの可愛い頭をピョコンと出してるフィオが、この小さいですね、小純器の中で動くシーンも見逃さずに見てください。よろしくお願いします、えー。で、このままフィオを連れてですね、ポルコはですね、自分のアジトに行きます。 アジトの中で、まあ、一悶もん着あってですね、えー、ガラガラヘビのです、ね、カーチスとですね、まああの、勝負をつけることになって、その日の夜です。でその日の夜、ポルコが、えー、弾を選んでるんですけどもです、ねえー、その弾を選んでるシーンで,です、ねえー、フィオが夜中に目を覚ますと、ポルコがいつの間にかちょっとあの人間に戻ってますですね、えー。DVD で1時間5分目あたりです。で 実はあのポルコが人間にこれ戻ってるっていうのはちゃんと理由があるんですよね。あのなんだろうな「くの豚」っていうのはなんで豚になったのかって考えるとすごく分かりにくい作品なんですけども映画の中のヒントってねかなり少ないんですね。でしかしどういうパターンの時に人間に戻るのかっていうのを考えると割とあの謎が解けやすくなると思います。でこの これね、あの、割と伏線とかを説明しながら長い話ですので、まあ、あの、このシーンだけ覚えておいてくれればですね、あの、あ、このシーンで人間戻ってるんだってところに注意してもらえれば、日曜日のニコ生の方で、長い方のバージョンを説明しようと思います。で、今回ですね、本放送で、放送前に気をつけてほしいのは、えー、そのちょっと後のシーンなんですね。 DVD で,です、ね、1時間、やっぱこれも5分目あたりなんですけども、えー、機関銃の球を慎重に選んでます、一発一発慎重に選んで、選んだ機関銃をこのテーブルの上に並べてます、なん、ねえー、でかっていうと、まあ、ポルコはさっきも話しました通りですり、ね、機関銃の弾を20発しか持って行きたくないんですね、それ以上打つようなことはしたくないから、最低限として、機関銃の弾を20発だけ持ってのく。なので あの一発もです、ね、ミスがないようにあの錆びている弾がないかとかあと火薬がしけているものがないのかというのを一発一発見て慎重に選んでいるわけです。で、えー、もうすでに 18, 18発選んでいます、20発のうち18発選んでこのテーブルの上に並べるという慎重に並んでいるシーンなんですよね。だから、まあ、ポルコは今回も20発で蹴りつけてるつもりなんですけどもところがですね、これ、あの、 テーブルの上の上を数えるとるとわかんですけども、19発やっと選んだところで,です、ね、20発目、さあ、どれにしようかと思っているときにです、ね、いきなりフィオにおやすみって言ってキスされちゃうんですね。で、ポルコはこれでもうクールにしてたつもりなんですけど顔が真っ赤になってです、ね、パニックになっちゃうと。で、この20発目を選んだときにですね、フィオにキスされて動揺しちゃうということが。 ラストのの伏線にになっているわけですす、ね。ね、えー。ポルコに最大のピンチが訪れますこれが一番最初に言った、えー、ポルコとフィオのこの隠れ家での関係がラストのですね、えー、大クライマックスにつながってくるっていうあたりですで、えー、この後ですねこの話まだ続くんですよ20発目を選んでる最中にキスされてパニックになっちゃったとさてその後、ですね、えー、ポルコとカーチスの空中決戦ですね えー、もう DVD で,です、ね、1時間19分目あたりです、ねえー、ほとんどこれあの、この映画1時間半しかないのでもほとんど終わりあたりです。ついにカーチスを捉えた、上の方がそうですねついにカーチスを捉えたさあ、機銃発射だと思ってポルコが引き金を引くとです、ね、弾が出ない、カシャカシャカシャあれというふうなことで,です、ね、ポルコはです、ね、パニックになります。 あれって言ってです、ね、本当にあの機銃が火を吹かないんですね。で、えー、目詰まりしやがったって言って、ガチャ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 レバー引いてますけど、もうどうにもなりません。えー、これね、なんでかっていうとです、ねあのー、アジトで,です、ね、フィオにキスされているシーンの伏線回収なんですね。で、当時のです、ね、これ、ドイツ製の機関銃なんですけども、ドイツ製の飛行機用の機関銃っていうのは、布の テープというのはなんか包帯みたいなベルトがあってその布のベルトにポケットがいっぱいついててここに弾を一発ずつ差し込むんですねで、えー、地上で機関銃を使うときはまあなんか詰まったときはその場でガチャガチャってやれば何とかなるんですけども飛行機の機関銃特にポルコのですね機関銃っていうのはかなり前の方についていてポルコの操縦席からできることっていうのは なんだろうトリガーを引くこととあと、廃墟するためのガッチャンガッチャンというレバーを、ね、押し引きすることぐらいしかできないんですよ。なので、一発でも実は目詰まりを起こしてしまえばもうその日の戦闘は諦めなきゃいけないんですね。 ななだから絶対に目詰まり不発とかを起こさないためにあんなに慎重に弾を選んでたのに19発選んで20発目さあどうしようかなって時にチュッとされてあのあとポルコパニックになってですねもうよくわかなくなっちゃったんで一発不発弾が混じっちゃったんですね。なのでここで詰まった。だから、えー、カーチストのです、ね、空中戦闘というのはこのままお預けになって。 最後ですね、ポルコとカーチスは、水上に降りてきて、お互いどつき合いの大喧嘩をするっていう、まあ、この伏線と回収がですね、多分、宮崎早にしてみたら、ニヤニヤしながら、はい、ちゃんと、 18発のめ、19発目並んでる数も数えれるように分かりやすいようにレイアウトしたいとほら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 もう劇場でもうみんな数数えれるように俺分かるように置いてるだろうとさあ20発目が目障りを起こしたみんなもう原因は分かるよねっていうつもりで描いてるんですけども僕今回ですね「くれないの豚のです、ね」の攻略サイトとかあの都市伝説とかですねあと実はこうだっていうのは散々見たんですけども誰もこんなん気が付かないんですね。 <laughs> 当たり前だよと、宮崎駿悪ふざけにも程があるって思うんですけど、まあ、こういうですね分かりやすい伏線と回収するところが宮崎駿の面白さっていうのかな大人になって中年になってからあの つまり本来の宮崎駿が見せたかった、これ中年おじさんのための映画だと言ってるから、中年おじさんになってからニヤニヤしながら見ると、ちょっと分かってくる紅の豚の楽しみ方だと思います。えー、だいたい、くれなの豚のですね、あの基礎編はこんなもんです。えー、それではですね、くの豚本放送をお楽しみください。そして日曜日のですね、ニコニコ生放送のですね、くれの豚応用編ですね、大人のおじさんのための紅の豚をですね、どうぞお楽しみに。それではまた。バイバイ。